皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。それではただいまから第4回アイランド市の未来フォーラムを開催いたします。お手元のですね、お知らせの通り記事に入らせていただきたいと思いますが、まずこれまでのご意見を踏まえまして、今日はですね、補足説明ということで、福岡市の方からですね、市の全体ビジョンがアイランド市ということで、この方は5つの項目について、補足説明をしていただくことになっております。これには以前のこのフォーラムで取材となっておりましたこともですね、含まれております。それから、本日はですね、フリーディスカッションのメインですけれども、皆さんからご意見をいただき、それをまとめていくのがメインですが、会議時間をですね、少し長めで3時間とっておりますので、途中にですね、5分ほどちょっと休憩を、一人休憩は挟みたいと思っております。それからあと、資料の、今日の配布資料の中にですね、森林さんの方から、またさらに追加でですね、地元の自治会のご意見をまとめられた資料がございますけれども、これはまたフリーディスカッションの中で、森林さんの方にですね、ご説明をしていただく予定でおりますので、よろしくお願いいたします。それからあと、後半のですね、この意見、ディスカッションの進め方なんですが、お手元に、事前に、配布事務局の方から配布させていただきましたら、まず過去3回のですね、このフォーラムで、皆様から、出されました、意見、場合によっては質問とかコメントも含まれているかもしれませんが、実はかなりの量ですね、もうすでにご意見をいただいておりまして、それを議事録の中からですね、抽出するような形で、とりあえずまずは列挙をしたものが、この、A4 のですね、もし必要に書かれております、委員の意見の整理表ということです。これ前回もお配りしましたけれども、さらに、3回目の、フォーラムでも出していただいた意見も含めまして、整理しております。で、これはですね、第1回目の時に、事務局の方からこういったようなことで、意見をいただきたいというようなこうカテゴリーがありましたので、そのカテゴリーの中にですね、配布するような形、配布するような形で、それぞれの関連するご意見をとにかく列挙しておりますので、で、発言された委員のお名前も入れておりますので、すでにこれはメール等で配布済みですので、ご確認いただいていたと思いますが、何かこれについても、補足などありましたら、それから、さらにこれをですね、もう少し見やすくしようということで、A4 2枚ものでですね、アイランドシティ、未来フォーラム、委員意見の集約、過去保守ということで、さらにこれをもう少しこう集約させた資料です。で、できるだけ委員の方々の意見全体をですね、こう網羅するような形で、最終的にはもう、私が申し上げるまでもありませんが、このフォーラムの、ミッションはですね、アイランドシティのこの、未来と、あるいはその新たな施策、あるいはそれに向けてのテーマとか関連するような提言としてまとめて、それを提出するのがこの未来のミッションですので、それに向けて、皆様からいただいた意見を少しこう収束というか集約させていかないといけないものですから、そのためにですね、まず第一段階としまして、この意見の集約をしております。保守を、しております。でこれもですね、ほぼ第1回の時に、事務局から配られた、カテゴリーに基づいた、意見のですね、その整理をしております。で最初はですね、大きい一番が、市の魅力向上や、まちづくりを先導するための実質のプロジェクトということで、でまず丸1、まちづくりエリアですね。それに対しての居住環境、安全安心の機能、それから交通アクセス、先行投資、それから産業等の集約、で先導的なプロジェクトと。でその中に次のページ、裏の駒ですけれども、提案されている具体的な都市機能施設等ということで、これは以前、資料なども、レジュメなども配っていただいたりしまして、提案していただいたものも含めてですね、ここに列挙させていただきます。それから2番目が港づくりエリアということで、港湾機能の強化、先導的なプロジェクトに対してのご意見。それから提案されている具体的な組織の施設を提供します。それから2枚目の方で、2番目としまして、企業とのニーズに対応
まあ、事業用の定期借地でありますとか、まあ、そういった、ご意見を具体的に10割具体的なことが今回に制定しています。それから3点目が市民企業等への理解促進策、で4点目が他機関との協力の、から5点目として、まあ、どうしてもこの枠の中に、まあ、入らなかったものとして、非常に重要なことが多くのその他のところで、理解させていただきます。というような形に皆様からいただいた意見を今こちらに趣旨として、整理させていただきます。それからですね、もう一つ A3 災害時のものを見ていただきたいんですが、A3 会議の方で、これは今日初めてお配りするんですが、ものですが、これはちょっと私の方で整理をさせていただきましたので、事前に配布する余裕を持って、私にちょっと本日の合間を縫って作りましたので、昨晩できてもらったので、ちょっと皆さんにお越しできなかったんですが、まあ、皆様からの意見をですね、少し私なしなりに整理をさせていただきたいと思いまして、今日の後半の部分の議論はですね、できればその枠組みに基づいて知りたいのがよろしいかなと思っております。もちろんこの枠組みは私こだわるわけではありませんので、またさらに、追加したするべき柱とかですね、あるいは枠組みを縮めた方がいいとか伸ばした方がいいとかというご意見も自由にいただいて結構ですが、白紙の状態で議論するというのは、そろそろ、まあ、整理に向けてですね、枠組みをある程度元に置いた上でご意見いただいた方がいいかなので、私の方で整理をさせていただきました。で、簡単にですね、大きく2つの枠に分かれております。で、左の方の枠がですね、まあ、主に、このアイランドシティの未来フォーラムなので、まあ、未来という言葉を使っておりますが、通常は将来像という言葉を使うんですが、未来像ということで、強みを生かした未来像の構想と基づいた考えです。彼は、上位的な計画からですね、国家の、将来像を展望してですね、そしてこのアイランドシティの強みを生かした未来像を、やっぱりもう一回再構築していきたいというような意見をかなり強いと思っています。で、そういったことを、それからまた街づくりにですね、テーマが必要だと、文化であるとかですね、あるいは新しい産業のテーマが必要だというようなこともいただいているんですが、そういったことをこの、左側のパーツの方で、大きく4つの柱を立てております。できるだけ皆様の意見を漏らすような形で柱を立てたつもりでありますが、一つ目がですね、まあ、ちょっと堅苦しい言葉なんで、この辺も皆さんからアイデアをいただきたいんですが、一つ目の多分カテゴリーがですね、21世紀の展望と国の将来像を見据えたアイランドシティの未来像の構想というような、そういうことに絡める意見があります。論点としてはですね、論点の一つとしては、一として、まあ、福岡の将来を展望した上で、新都市の果たすべき役割と目指すべき未来像にはいかないのかということがおそらく論点になります。これに対しての、まあ、いろんなご意見をいただきます。改めてまた今日ご意見をいただきます。それから2点目がですね、個性的な都市の魅力を形作るテーマに基づく結びの点、展開です。で、まあ、論点2として、21世紀を生き続ける創造都市のテーマではないかな。要するに、このアイランドシティの特に街づくりエリアをどういうテーマで仕立て上げていくのがいいのか。それから3点目としましては、今度は港づくりエリアの話ですけども、物流港湾機能の整備促進から、複合機能の形成と向けたプロジェクトの連載ということで、まあ、主にその港湾物流施設がエリアは中心ですけれども、おそらく、それだけではなくて、他の機能を付加するような形、あるいは街づくりエリアと連携させるような形で発展させていくべきじゃないかというふうに捉えています。論点3としましては、最新の港湾施設、物流施設を確保した港づくりエリアのテーマの考え方があります。それから4つ目の柱がですね、住みたくなる都市の、まあ、ブランド化と居住環境の価値をということで、これは地元の村単位や森の委員が非常に強く、要求として出していただいていますけれども、論点4として、町のイメージ、ブランドをどのように構築していく。これはおそらく町のネーミングの話も含めて、ここのネーミングを含めて、見ていきたいと思います。それから今度、両方はですね、むしろそれを実現するための、方策とか施策に関しての、ご意見を、整理したいと思うんですけれども、まあ、その左側に出された未来像をですね、実現するための方法に、あえてここは転換の方策で、転換という形容詞をちょっとつけております。従来型の方策では、やはり限界があるということも、ある程度この場で共有いたしましたので、むしろ転換していくための方策、転換という言葉をつけていますが、5本目の柱として、都市
6番目としては、柱としては民間開発というのを土地利用促進策の効果的な投入ということで、まあ、どうしても土地代が相対的に高いではないかというような意見が前回なさいましたが、そういったことを踏まえてですね、論点の6として民間事業や民間開発を促進するためにどのような政策をするか、これについてもいろいろな、アイデアを民間からすでにいただいておりますが、この柱の中に整理していきたいと思います。それから、7点目ですけども、最後ですけれども、まあ、公民学連携のまつぐり推進拠点の設置と組織的活動の強化ということで、まあ、どのようにしてコミュニティを育てていくか、あるいはプロジェクト、いろんなさまざまな活動が既にこのアイランド市では展開されていますし、これからもいろんなプロジェクトが立ち上がっていくと思うんですけども、そういったものをいかに組織的マネージメントしていくか、そしてコミュニティの育成、あるいは最終的にはきちんと成熟したマシェル、まあ、魅力的なマシェルと、つなげていく、そのためにやはり拠点とかですね、組織が必要ないというようなご意見を頂いております。で、論点などとして、さまざまなスクリーン活動と、都市開発をいかに組織的にマネージメントするのかということについて、皆様からご意見をいただきたい、あるいはこれまでご意見を整理したいと思います。以上、7つの柱を、皆様のからいただいたご意見を、ちょっと私なりに咀嚼しまして、柱を立てて、できましたら、ちょっとこの方針に基づいて、今日ご意見をいただければありがたいと思いますが、決してこの枠組みは私、こだわっているわけではありませんが、あくまでもこだわっています。ので、さらに追加した柱があるんじゃないかというご意見があれば、言っていただくのも結構ですし、あるいはこういうものはもう必要ないじゃないかということは、それはそれで。一応今日の後半部はですね、こういうことを求めして、ご用意いただきたいと思います。で、先に市役所の方からですね、説明を受ける前に、今私の方で説明しておきますので、市役所の方からの説明を聞きながら、少し考えていただければ、時間も限られて、それで、まあ、事前に説明をさせていただきます。何かこの時点でご質問とございますか。よろしく。それでは理事に、戻ってですね、では最初の議題に戻りますが、福岡市の全体ビジョンとアイランド市についてということで、事務局の方から、ご説明をよろしくお願いします。具体的には
して、多角的な都市構造を目指して計画的な市街整備を推進していくという考え方をコンセプトを出しています。多角的なといいますのは、こちらが主要拠点ということで、いくつかの拠点を全市域内に張り巡らせるというような考え方で、いわば地域全面的に展開を開発を行っていくというような考え方で、計画的に市街地を整備していくというような考え方を調査しているということでございまして、政令市になってからしばらくの間、立ち遅れておりました、一つは都市基盤、それから生活基盤、これを効果の特徴化し、アジア対話フランスのイベント開催と合わせて、都市の骨格を形成していくというような都市づくりをして、まいろうということになったわけでございます。でその結果として、市民の生活の向上に寄与する多くの都市基盤や生活基盤も形成されまして、評価としては、非常にコンパクトで住みよい街という評価を得るようになったわけでございます。今新ビジョンの策定を行っているということを申し上げましたが、委員の皆様方の一部にもご紹介させていただいたかと思うんですが、有識者の方のご意見をいただいているんですが、その中でも政策都市銀行の大谷康介さんからは、この25年前のまちづくりの構想をそのまま、実現できた都市というのは日本では福岡だけであると高い評価を受けております。住みよい町としての評価を受けている根本は25年前の教育となるということがポイントであろうと思いますが、こういうまちづくりを大体平成に入りましたら10年ぐらいまで続けてまいったわけでございます。でこの次、現在の基本計画が平成15年に策定されておりますが、これを皆さんご記憶のとおり、この間に日本経済でのバブルの崩壊があったわけでございますけれども、この間も非常に急速なスピードで高架下のまちづくりを展開しております、いわばまちづくりの優等生ということになるんですが、現在のマスタープラン、現在の基本計画での考え方の一つは、それまでの考え方をまず踏襲すると、バランスが取れたまちづくりを引き続き展開するというのが一つ。それと合わせて、新たな拠点ということで、西は旧来、そして東は綾戸市、この2つを新たな拠点として、開発を行うというような方法を新たに付け加えたのが、平成15年ということでございます。これは、ある意味、今まで、この考え方で、まちづくりを展開しているわけですけれども、先ほど、ちょっと、例示にありました、大谷さんの言い方を取りますと、バブル崩壊もここまで、全面的な展開しているのは福岡市くらいだというような辛口の評価もいただいたというところでございます。この、ちょっと視点を変えて財政面からですね、この間の町づくりの状況を見てみますと、このような示しをできるかと思います。この棒グラフと折れ線グラフがですね、棒グラフの方が、地裁の発行額、だいたいこの地裁を発行して借金した分だけ、投資を行ってきているというふうに見ていただければよろしいかと思いますし、借金ですが当然、借金返しを元金に急ぐ、自治体の場合すべて耳をそろえて貸さなければいけないというのが交際でございます。今ご説明いたしましたのは、例えば平成元年ヨカトピア2年が国体だと、平成7年にユニバーシアードと、こういうようなイベントものを一つのターゲットといたしまして、非常に急速な地裁発行、つまりは町づくりを展開していると、非常にこのカーブが高いんですね。で今回のフォーラムでも、よく中国、韓国の町づくりはスピード感があると、そういうのをしている方がおられますが、実は福岡市もこの時代には、もう少しいただければ、大変急速な町づくりを展開していたということでございます。でその結果といたしまして、社会資本整備の整備水準の状況でございますが、都市計画道路、下水道、地下鉄、ただがこの耐震化と、非常に高い水準を達成することができたということで、これが住みよい町という評価に、ここではつながっているわけですが、他方、財政面で言いますと、被災残高が極めて高い水準になっているという状況になっておりまして、これは大体平成6年が一つのピークになりますけれども、その後も実は高い水準を踏襲し続けまして、平成10年水ぐらいまで極めて高い水準での公共投資を行っている。でその結果、高台大気が右肩上がりで増えるという状況になっております。ちなみに私、前に国家社長仕事をしておりましたと、この辺りで仕事をしておりまして、ちょっとここがちょっと下がったところぐらいまで行ったんですけども、依然としてこう高い水準の防災の水準になっている。これが
して新たに付け加わりました、2つの拠点、この部分にこの形成をさらに進めて、人を見つけ投資を呼び込むというようなのが課題だった。それからもう一つは、とはいえも各地域の特性をしっかり見極めて、この辺の以上に各地の特性を生きた都市というのを誘導していくということでございまして、このソリューションといたしましては、3つほど考えられるであろうか。1つは選択と集中、プライオリティをつけるということでございます。2つ目が民間資本の、民間資本の誘導ということも含めた官民連携、そして総合トップなど国の制度の活用を進めていくということで、都市の魅力拠点転生を高めていき、人や投資を呼び込む街づくりを進めていくと。これは基本的な考え方になっているだろうということでございます。言葉を変えて言えば、これまでのような全面転換にはほぼ終了してきていますので、メリハリを効かせた街づくりをしていく必要があるであろうということでございます。ここでその、メリハリの効かせ方なんですが、まず第一に、成長の場が都市部でございます。そして、福岡市が、これまでに、成功した街づくりと、評価されているシーサイドの街、それから近代学研都市、そして今回ご議論いただいているアイランド地区と、この4つが大きな核になるであろうということでございまして、ちょっとこの図を頭に置いていただいた上で、実際にその人や投資を呼び込む街づくりをどうやっていくかということを今どう考えているかということをご説明したいと思います。具体的には、国の諸制度の活用ということで、現在申請をしております3つの構造がございます。1つは、国際戦略総合総合総合と言われているということでございます。これも今現在申請をしておりますが、アイランドシティ、それから箱崎シーサイドも持ち、旧大学園都市と都心部というところをカバーした申請をさせていただきます。それから、都市再生の緊急整備地域、これは、都心部の再開発ということで、3つのポイントに焦点を当てた申請をさせていただいております。それから、日本海側拠点庁、これは港湾を全てカバーする形で申請をさせていただいております。この3つの、申請、現在、国申請中でございますけれども、3つ取れれば、先ほどお示しした、今後からの街づくりの、1つのキックオフぐらいにはなっていくだろうということで、ちょっと一つずつ簡単にご説明いたしますと、まず国際総合戦略トップでございます。まず、都心天神に、福岡県が、今年からアジアビジネス拠点を設けていたようです。で、震災の持ちは、IT 関連、それから、旧大学研都市とリマスクには、三菱さんのお申し合いございました、パワーの動画を含めまして、UTL 等の、研究開発拠点がございます。そしてアイランドシティは、街づくりエリアや環環境エネルギー関連のスマートコミュニティと、それから、港づくりエリアは道路線のターミナルをアイランドシティから、函館に、移転するということで、東アジアグリーン物流網の拠点を形成していると。タイトルが、グリーンアジア国際戦略ということになっておりまして、これは全国で5カ所しか指定がされないと。ということになっておりますので、今回、初めて、福岡県北九州さんと共同で、国に申請をすると、共同でなければおそらくこの5カ所に指定されることはないだろうということで、今回、このような形で、申請させていただきます。北九州さんは環境に強いと、そして福岡県さんはアジアビジネスを推進しておられると、この2つを我々は、物流網でお支えするというような概念の構想で打ち出しておりますが、この総合トップの構想で、大体私どもが今考えております、市内の拠点の整備の機構にはできるのではないかというふうに考えております。それから、緊急再生の拠点、地域再生の緊急整備地域でございますが、これは都心部ということでございまして、これまでは、どちらかと言いますと、天津と博多駅、2つのエリアを中心とした考えでございました。今回、新たにウォーターフロント部の再整備を含めた形で、3カ所の再整備を民間投資を活用して集中的に進めるということでの申請をさせていただいています。これも全国で10カ所の指定のところで、なかなか狭き門であるんですけれども、今後頑張って取ってまいりたいということでございます。
で最後になりますが、日本海の天候、これは 3.11 の震災以降、太平洋側の港というのは非常に、大津波の可能性があるというようなことで、日本海側の港湾の重要性が言われるようになりましたので、その日本海側の元天候の中でも、最も重要と考えるのが博多港で、これも国の方に申請をさせていただくということです。以上3つの構想で、国の指定を取り、町と展開していただくというのは現時点での、構想でございます。続きまして、福岡市の産業政策でございます。これも過去現在のところまで説明させていただきます。既にご説明させていただいておるかと思いますが、福岡市として重要と考える 6分野、これは2002年に公務の創設でございます。まず第一に、地域創造型産業ということで、情報化社会を見据えて、地域創造型産業、IT 産業への道を促進するための公共金制度を持っておりますが、1990年代をご覧いただきたいと思います。このあたりは福岡市のまちづくり、それから産業政策というのは、小さいものを持ち、発展集中、ここを一生懸命やる。いうようなことでございましたが、現在はさらに展開いたしまして、旧大学研究室に、これは県と共同で、産学連携交流センターに開設させていただいておりまして、これは一本の柱になっています。それから、九州は、海岸と九州でございますので、その関連の自動車産業。それから、今後の高齢化社会を見据えまして、アイランドシティをフィールドに福岡健康未来都市構想を2000年代に持って、この産業の集積をアイランドシティに図りたいというような構図。それからもう一つは物流でございますが、都市 IC に関しての道を促進する。それから、冒頭ご説明しました基本構想の中で、アジアへの追跡性というものを活用したアジアビジネスの展開、この5つが、主たる対象の基地として、現在、それから商工の必要であるというふうに考えて、財政支援措置を講ずる分野ということにしております。これ以外に、工場が市外に転出することを講ずるということで、都市型工業であるとか、新たな産業ということで、集客産業ということで、こちらも展開したいということで、これは別枠で考えていく必要があるわけですね。もともと福岡市というのは、支店経済と言われているところでございまして、ベーシックな部分では、卸小売サービス業のチェーンという必要であるかと思いますが、現在考えております今後の産業としては主要6分野、もう一つのこの5分野が高効果をリンクする産業であろうということで、展開をしてまいりました。でその結果どうなっているかということで、まず都心部でございますが、地域創造型産業、それからアジアビジネスの立地を、ということになります。それから桃地エリアは、システムエリア世代を中心としました IT 地域産業創造型産業が多く、で港湾エリアは、物流関係の企業一番ということで、この金を創設して以降、これだけの成果を上げて企業一層福岡市は展開していくということです。それで、将来をこう議論いただくにあたっての産業政策上のアイランドシティの方向性でございます。一つは、もともと想定をしておりました高齢化社会に対応するということでございますが、現時点においては、健康、医療、福祉関連の企業の基地は残念ながらまだ少ない状況である。また一方で、その後の課題といたしまして、地球温暖化対策、あるいは原発事故への対応というようなことで、環境エネルギー関連産業というのは、今後は知識創造型産業の中でも有望になってくるのではないかということで、この度また別途新たに、福岡市では環境エネルギーの戦略役を策定すべく有識者会議を今月設置する予定になっております。一方、アイランドシティの特性でございますが、新しく計画的な地域ができると、それから豊かな自然環境と地域利便性にも恵まれているということで、この2つの今後求められる産業政策のフィールド展開が行われているということでございます。市の構想といたしましては、福岡健康未来都市構想、それから、アイランドシティの自然エネルギー活用事業、この2つの、ビジョンを持ちながら、具体の事業を展開していくという形になっておりますが、もう一つ、これもこれまで何度か動きになっているわけだと思いますが、周辺、歌の乗せ、柏の周辺、非常にスポーツ関連の施設が集積してあるとかですね、あるいは環境分野に関しましては、これは
知らされてなかったようなんですが、福岡スマートアウト総社というのが、中央公園の一角にございまして、で展開していただいておりまして、これがありましたので、この総合トップを進めて、まあ、見ていたという、まあ、非常に優れた取り組みも、実は、ひそかに来年度して展開されている。これは、多くの国から、ご利用したいからですね、まあ、こういう状態でございます。ということで、まあ、この現状と特性から考えられる、これからの来年度の方向性として、一つは、当初から想定しております健康医療、歯科の関連の意識、もう一つは近視の課題であります環境による機関連の意識、こういうようなことが有力な方向として考えられるのであるかということで、これは最後にまたご説明したいと思いますが、環境エネルギー分野、健康分野、今日は本当にいろいろパンフレットを書かせていただいておりますが、例えば環境エネルギーでは、コンビニジア、それはグリッキキャンペーン、それはリエコ実証実験、いろんな、まあ、いろんな取り組みもございますし、今度は EV バスということで、愛知県から千早まで、電気バスを走らせるという社会実験、これから展開する予定 でございます。まあ、いずれはこの電気バス内の博多駅まで、引っ張っていくというような構想のもとに、環境エネルギー分野の取り組みをしています。またこのスマートハウスのレンガ住宅というのは、中央公園の片隅にございまして、ご存知か。あちらで、実は民間企業の方々が、まあ、スマートコミュニティをですね、形成するための基礎的な勉強というか、実験をされておりまして、非常に高いとか、健康スポーツに関しましては、これは何万人にもご存じだったように、ツールド福岡も含めました、それがウォーキング大会のチラシも入れさせていただいておりますが、まあ、非常に環境、スポーツ、健康分野での環境のいい背景を使っていくべきであろうということです。これは先ほど委員からちょっとご紹介いただきましたスマートウェルネスシティ構想、こちらとの連携も図ってないということで、来年度はシンポジウムも開催していると、こういうような状況になっております。次に、交通体系でございます。この話は元に戻るのですが、今の基本構想の中で、価格連携型都市づくりということで、Y 軸と Y 字型の放射軸、これが Y 字型の放射軸ですけれども、まあ、これを中心として、放射環状型の交通軸です。放射と環状型という交通軸を形成していくというのが、まあ、福岡市の交通体系の、まあ、基本的な考え方になっておりまして、具体的な方法論としてハード面では地下鉄の整備、そこにあります、鉄道ネットワーク、それから放射環状型の幹線道路ネットワークを整備する、これが具体的な方法になっております。これもうちょっと分かりやすく説明したのがこちらでございまして、実はこれ平成15年、ね、現在の工事計画でのこう交通体系を表したものでございますが、基本的な Y 軸、こちらはすでに整備済みでございまして、 Y 字型放射軸はおおむね出来上がっていると、残る放射軸と環状型の交通軸を形成していくということが、この時点での課題でございました。合わせまして新しい課題として、アイランドシティ、それから、九州大学、ここが、軸の一部に加わるという形になりまして、新しい拠点のリンク、これも大きな課題に交通体系の整備ではなったという状態が、平成15年でございました。それではこれをどういうふうな形で、解決していったかということで、ちょっと、こんにちは、ですが、福岡市の場合、交通政策を考えると、バス路線網の充実というのが非常に大きな、まあ、特色でございまして、まあ、地下鉄35万人に比べまして、1日当たりのバス利用者、依然として40万人という、実は主軸はこのバス路線網であると、こういう前提のもとに交通体系を検討して、た結果、一つは、七隈線でございます。これは、放射軸、こういう放射軸の一つを形成すると、特に西南部に関しましてはこれまで手薄であって交通路が手薄であったというのもございます。放射軸の形成として七隈線が開業しております。それから外環道、それから、高速道、これが環状軸ということで、放射環状型の大きな部分が、出来上がっていくという現状にございます。で、今後も考えていただくということになるわけですが、まず道路はどうするかということでございますけれども、
つ目が、政府に移転いたしました旧大学研都市との協定です。これは道路網の整備ということで、学園発展道路線というものを整備。もう一つ、ございました。これは南部でございますが、南部への放射軸の完成形ということで、連続立体交差事業で連立事業と我々は呼んでおりますが、地域内は福岡市が中心、地域外は県の方に、今事業をやっていただいておりますが、県の方が日本郵便を取っています。我々の事業はちょっと遅れているということですが、これは平成35年までかかるというようなことでございまして、この3つが、今後の取り組みとしては大きな課題になるということで、現在着手をあるいは検討しているということです。で、鉄道はといいますと、山熊線の最終形ということで、都心部における鉄道ネットワークの強化ということで、事業費約450億で10年をかけて、天神市南から博多駅へ延伸するという、決定を、政策決定を今年の2月に行っております。で、来年度から補助金と地方交付税措置をいただくということで、財源を確保した上で、この利益の延伸を、これを最重要課題に現在を置いております。もう一つ課題がございまして、貝塚での箱崎線と西鉄の相互、直通運転化でございます。相互直通運転で相直と呼んでおりますが、こちらでございます。これは事業用紙として大体200億から250億で、採算性が高いということで現在検討中でございますが、こちらはなかなか財源面の問題もございまして、先ほどこちらは国交所金の当てがあるとこういう話をお説明しましたが、こちらはまだそこまで行ってございませんので現在検討中でございます。ただこの相直の問題がアイランド式への鉄軌道の議論に大きく影響するということで、交通大臣の最後は鉄軌道導入の検討についてこれまでの経緯を説明しました。結論から申し上げますと、平成19年に現在の考え方を整理したわけですが、当面は自動車交通の需要の増加が予想されるので、自動車交通への対応が優先課題だ。一方、鉄軌道に関しては中長期的な視点に立って検討するということになっています。それではということで、鉄軌道を導入する場合の課題はというと2つあると。今しがとご説明いたしました。1つは、直通運転化の必要性ということでございまして、新線、新しく鉄軌道を導入する場合の事業費は、おおむね250億と試算しているんですが、それ以外に、総合直通運転の費用が200億、ここから250億、大体、トータルすると500億かかるということで、ここに課題があるんじゃないかと。また、事業手法、地下鉄の方が事業者決まっているんですが、こちらの方は事業者はどうするかというところから議論しなきゃいけないというような課題があるということで、現在、想定をしておりますアイランドシティへの鉄軌道導入の検討の事例ということでございます。西鉄の橋とか新海前に運転を設けて、アイランドシティへとつなげるという構想を持ってございますが、これは現在の構想といたしましては、単線で200億、合わせて総直と合わせると500億、そういう事業になっています。それで平成12年に、いろいろな方法論があるのではないかということで、今はそれから完全に、新交通システムで鉄道交通という案、それから、LRTP を引くという案、こういう、3つの案を検討してございますが、いずれもこちらに掲げておりました課題がございまして、当時はこの案が最もいいであろうというふうに、判断をしたということになっております。さらにもう一つ宿題で残っているんですが、他の臨海部、メタ天使の事例との比較ということでございますが、ここでは、ウリカモメと、それから大阪南港ですね、それから、神戸の高台湾と、ざっとこう整理をしてみました。ただ、いずれもこれ、開業時期がですね、平成早い時代、あるいは昭和末期ということで、いわば、バブルの時代に構想されて、鉄道を引いている事例でございますし、一つは就業人口がそれぞれ大きい、ここはおそらく議論の余地があるところだと思いますけれども、現時点での就業人口はこれだけということで、になってございます。こ
これをまあ背景として、乗車人員がそれぞれ10万人、7万人、あるいは6万人、まあ、それなりにお客は積んでいるんだが、純利益はというと、まあ、まあ、ようがないという状況で、単独を地域は行われているわけです。ただ、まあ、近似は埋め立て地で、このような、鉄道を引いている事例というのは、ないというふうに聞いております。で、最後に、ご説明の最後に、財政状況について、対岸の資金事業の整備事業と決めまして、ご説明をさせていただきます。結論から申し上げますと、まず、福岡市の財政運営の課題でございますけれども、まず、租税などの一般財源の伸びは期待できないにもかかわらず、社会保障関係費はこれはどんどん増えている。他方の課題といたしまして、社会資本の大量更新費の増大によります、公共施設の維持更新費が大きい。で、冒頭申し上げましたように、依然として高い資産残高ということで、政令指定の場面に高いということです。ですので、まあ、政策的、つまり投資的に、導入できる財源を確保していかなきゃいけないということになるんですが、一つは、身を切る努力をしていく。それから、民間投資の活用など、対話財源を確保していく。そして最後に、プライオリティをつけていく。選択と集中による投資の重点化を行う。これが、まあ、そういう重点になるということでございます。で、東海市の予算でございますが、大体、7500億と600億という予算規模になっているんですけれども、我々が自由に使えるお金、一般財源がほぼ半分ぐらいになります。で、この一般財源を活用いたしまして、使っている経費の内容は、社会保障、それから商工費、そして借金返しの構成、この3つが大きくなっております。で、これが今後どうなっていくかというと、一番典型的な事例が、非常にでございますが、先ほど申し上げましたように、一般財源は増えない、税収は増えないだろうと。一方で、順位に関しましては、過去10年間にほぼ倍増しておりまして、これが今後確実に増加すると、こういう状況になっております。それから借金の状況ということですが、よく使われますのが、福岡市は1人当たり、177万円の借金を持っているということであります。これは大阪市に次いではあるのか。大阪市というのは福岡市の財政規模で3倍ぐらいありますので、まあ、ある意味、福岡市がダントツに悪いという状況に実はなっているということでございます。神戸とか京都とか、まあ、この辺りがちょっとよろしくないかなというところでございます。で、その反映としての交際費でございますが、これもなかなか減らないという状況でございまして、大体毎年1000円ずつくらい返しているという状況でございます。これは先ほどの図でございますが、まあ、ご参考までに記念いたしますと、大体、あとで出てまいりますが、アイランド資金事業が始まりましたのが、平成6年ですから、平成6年というのは、実は一番その公共事業費がぐんぐん伸びている時期に、まあ、スタートしたということです。一方で、今はこの借金返し、交際費の方がぐんぐん増えていますので、実はその公共事業、つまり投資をするよりも借金返し、の方が多くなっているというのが福岡市の財政状況です。もう一つよく言われた投資水準はもう昔この時代に比べるともう激減しているじゃないか、確かにずっと言っているんですが、まあ、よく時系列で見てみますと昔ですね、昭和の時代に比べるとまあこんなもんかなという水準でもあるということを言って取っていただけるのではなかったと思います。もう一つ大きな課題が公共施設の大量更新費が来るということでございます。一番大きいのが学校、それから市営住宅でございますが、それ以外にも文化学施設、あるいは市庁舎、役所とか国センターとか、こういうようなところもこれから建て替えがどんどん増えてくると言いますのも、まあ、政令市に移行しました昭和47年、これくらいまでがピークで、どんどんとこう住宅や学校の建設を進めておりますので、大体の私、昭和35年生まれなんです。大体建物っていうのも50年ぐらいするバタが来まして、まあ、建て替えを考えなきゃいけないと、もうしばらく使わなきゃいけないということで、アセットマネジメントという手法を取りまして、施設の延命化、長寿命化を図ってまいるというんですが、これもまあほぼ限界に来ているということで、この大量更新にどう備えていくかというような課題でございます。一方で、文化学施設に関しましては、これから建て替えのニーズが出てくるということがございます。あとは走ってご説明を進めてまいりたいと思います。アイランド資金整備事業についてはこれまでも何度ご説明しておりますが、ざっとご説明させていただきます。一つは国の直轄事
ということで、岸壁に関しては国が行う。ただ、国が行うといいましても、市も一部を負担するという形になっています。それから、これは200機械、ガントリークレーンを含めました港湾機能の整備、これは我々機能施設の整備事業です。それから、埋め立て事業ということです。まあ、ざっくり言えば、これが港づくりエリア、こちらが町づくりエリアと港づくりの一部となっているんですが、この2つを足し合わせたものが港湾整備事業特会、我々は港湾特会と呼んでいます。だから、港湾特会は、施設の使用料とか土地の分譲収入によって運営を組むということで、市の税金を使わないという意味で、独立財産で行っているというふうにこれまで運営しています。それ以外に、アイランド式の場合は、博多港開発株式会社による埋め立て事業がありますが、存外、忘れてならないのは、市税を活用した都市基盤の整備、あるいは生活基盤の整備も国の補助金をいただきながら実施しているということでございまして、これをイントと数字の上に落としましたと言いますと、こういう形になります。で、機能の整備事業、つまり、港湾の、まあ、一番重いらしい部分でございます。こちらは、これはまあ別の事業と同じでございまして、長期間にわたって事業費を回収する事業です。現時点での計画でも、平成75年度に累積赤字を解消するという、ある意味の長い事業ということになります。一方で、埋め立て事業に関しましては、都市分譲で計画的に土地を処分していくことによって、収支を賄っていく、この事業で、これ以外に博多港開発、まあ、ご記憶の方もらずです、昔はこっちの町づくりエリア全体を、まあ、博多港開発やっておったりございますが、平成16年、その一部を、まあ、市が負担か引き受けるという形で、今はこのような形で役割を担当しています。もう一つ、一般会計から、このアイランドシティにはこれまで多くの事業と事業を投入してございまして、大体765億円の事業を道路、あるいは公園、岸壁の整備などで、投入しているということになって、これを時系列で、見たものが、ざっくり申し上げますと、かつては、アイランドシティ以外に、シーサイドモノシ、あるいはカシパークポートで、臨海事業はある意味設けていたという時代が長くありますけど、設けていた部分は、に積み立てましょう、こうなっています。一方で、機能施設整備事業、これは構造的に資金不足ですので、設けたお金で、資金不足を賄うというスタイルの事業展開を長く続けております。これを2つ、この2つの棒グラフを足しますと、このような形になりまして、まあ、年度による波はあるんですけれども、まあ、概ねこれまでトントンになるような運営を、港湾特会全体ではですね、行ってきていたということでございますが、近年の港湾特会の全体の収支は、概ねマイナスが続いているということもございまして、ここはこちらで積み立てた金の取り崩しで対応しているということになっています。しかしながら、この基金もどんどん目減りしておりまして、今はもうほとんどそこを突っかけている、こういう状況にございます。ということで、港湾特会の課題でございますが、まあ、昨日、港湾施設の整備に関しましては、構造的な資金不足がございます。一方で、なかなかその港湾施設の主要的であるのが難しい。埋め立て事業の方は、なかなか土地需要が、この見通しが不透明であるということがございますので、そのソリューションとして、これまでは、金への積み立て、取り崩しによる財源調査、これも尽きてしまうということになりますので、安定的な事業推進に向けての抜本的な対策が必要であるということで、その具体的な事例としてご検討を賜りたいというふうにお願いしているのが、土地流行税の方法、こういう展開になっています。で、まあ、財政面から見たアイランドシティ事業推進のイメージでございますけれども、まあ、市全体の財政状況、これはもう財源、政策的経費に投入できる財源が、少なくなっていて、一方、港湾特会は土地分譲が進まなければ資金不足が生じるということで、今後必要となりますのは、これまで以上に選択と集中すべきということで、高架市の成長戦略に基づく真に効果的な投資を行うということが必要になります。まずはアイランドシティの利用、先ほどの委員長のご指摘もございます、整備法にもございました、付加価値あるいはブランドを向上していくと。そのため、そうすることによって、民間企業の進出、土地売却を促進していると。で、この結果、みんな続くときに、そして町づくりの効果的な推進が図られ、市税収入が増加し、港湾特会の収支が改善して、さらに、アイ
間に持っていかなければいけないということで、来年度の予算編成方針の中では、新しく人や投資を呼び込むまちづくり、これを福岡市の最重要課題にするという状況になっております。で、最後にちなみにということなんですが、まあ、市税収入が増加するということで、来年度はよく言われるんですが、埋め立て地から得られる税収の状況をまとめてみました。まあ、大きな埋め立て地としては、新沢でも桃地地区、それから田戸浜の浪川地区、それとアイランドシティがあるんです。アイランドシティはまだ全て完成しているわけではないんですが、新沢でも桃地では市税収入で50億円、年間50億円です。で、国権県税、国と県の税を合わせますと、まあ、大体年間150億の税収が多い。アイランドシティは今のところは市税収入で16億、国県税を合わせますと23ということになっておられるようにして、まあ、気がついてみると、まあ、これだけの税収を上げることができる土地を育ててきたという、まあ、ここまで育ってきたなというのが、福岡市で仕事をしておりますと、その立場から、貴重な感想でございますけれども、税収に関しましては、国、県、市とそれぞれが税収を上げてございます。国に関しましては、この3地域から合わせまして、おおむね100億円、年間100億円弱の税収がございまして、補助金、あるいは地方交付税ということで、移管をしていただいております。市税に関しましては、大体80億前後ぐらいの税収がございまして、これは、福岡市の大体財政費大体7500億か600億ですので、大体その 1% ぐらいが、この埋め立て地からの税収で賄っている。から県税が大体40億ぐらいあるというような状況になっております。これが、戻りますと、この好循環を生かす効果の一つ、市税収入の増加ということで、で最後に、もう時間が長くなりましたので、これからの議論の、まあ、ご参考にということでございます。アイランドシティの強みは何かということを整理せよということでございましたので、もともとの成果、そして、こう、南部クリエリアの優位性、そして町づくりでの優位性、こういうような優位性を持っているということでございますので、ご説明をいたしました。環境デビュー、現状執行部に非常に大きな特色を担っているということと、まあ、新しい町づくりの拠点もいくつか整備がされてございます。すでに、市の方で着手しておりますビジネス総合センターにおきまして、今月から日中間デジタルコンテンツ事業というので、コンテンツ分野、特にデジタルコンテンツに関しての日中間大学の共同事業をスタートさせております。それから、まあ、住環境に関しましては、住民の代表の方からの再々ご指摘ありますように、極めて優れた教育水準の教育環境のある住宅になっています。それと、まあ、企業の話があり、執行金制度を導入いたしましたが、今回のフォーラムでは、事業者の方々から、まだまだ十分足りないのではというご指摘がございます。それから土地利用についても、土地流動性の向上の最も重要な分についても、まあ、検討が必要だということでございます。合わせまして、公安に関しましては、別途公安局が長期工事の検討委員会というところで議論を行ってございますが、まあ、公安収支、公安特会の収支というのは先ほどグラフでご説明しましたが、まあ、こういう議論を多くの場でしっかりしていただく必要があるんだろうということでございまして、未来フォーラムでもご意見を賜りたいというふうになっておられます。で、これは最後になります。今後、自治体に向けた課題点でございまして、一つは、商業産業誘致につき、二つは、魅力のある住宅地の形成、三つとして、土地価格についての課題。まあ、こういう課題をこれまでもご議論いただいていると思いますので、委員長からご提案がありました、まあ、整備にもご参考にしていただきつつ、まあ、私どものこれまでの町づくり、そして現在の町づくりの状況を踏まえた上でのご議論をぜひ賜りたいというふうに考えております。ちょっと長くなってきてしまいましたが、以上でご説明をお願いします。どうも。今のご説明に対してですね、まあ、いや、
明な点などありましたら、少しご質問を受けたいと思いますとか、もうちょっとこの辺補足していただきたいとかですね、もうちょっとこの辺の理解を考えたいというようなことがありましたら、ご質問いただきたいと思います。いかがでしょうか。はい、長野さん。先ほどの資料の中にトップの部分ですね、今年を読み込むのは図というものがございましたけれども、このアイランドシティには、まあ、できる、まあ、交番というふうな書かれ方をこうされてありますが、いわゆる通常のその、いわゆる、まあ、別に交番以外のトップというのもこれ考えられているのでしょう。質問です。ではスライドの9ページ目ですかね。今お展開してみたいと思います。手元の資料でいきますと9ページにございます。総合トップは実はあの総合トップが2種類ございまして、今回あの自分的に取り組みを提示いたしましたのは国際戦略総合トップということで、北九州さん、工場明さんと共同申請するものでございますが、もう一つ、あの総合トップの仕組みがございまして、ちょっと分かりにくいんですが、前面にご覧いただきますと、こちらにあの地域活性化総合トップというものがあります。これはあの私どもが大地さんさんと一緒になって、あの共同提案させていただくものでございまして、エリアはまあ新規全域ということなんですが、国際線ターミナル、グループの受け入れを含めまして、観光、クルーズ船を中心とした観光に関しましてのトップ構想、これはちょっと別枠でございまして、こちらも今回、ご提案をさせていただいております。こちらはもう審査が原因ということで、こちらは審査が原因ということで、こちらも2つの指示で出ております。両方とも申請させていただいておりますが、アイランドシティをどう見ているかというのをお伝えしていただくということで、こちらの方が、よろしいですか。この、あとトックというのは、どうなんでしょう。基本的に国からの補助金とかですね、交付金というものが、ついてくるような制度なんでしょうか。あるいはなんか規制緩和とかとか、権限の異常だけを申請する制度。ちょっとそのトックというのは、おそらくあまり馴染みがないと思いますね。あの9ページ、10ページをご覧いただくとよく分かると思いますが、ちょっと分かりにくくなっておりますが、左上の方に、トップの内容で支援措置が入る。いずれも規制緩和、あるいは金融支援、税制優遇ということで、まあ、お国もお金がないということで、財政支援というのがほとんどございませんので、規制緩和、あるいは企業、金融的な支援、なり税制上の優遇措置、こういうところで、まあ、何とかやってくれと。というのが今回のトップでございます。ということでございます。特に、まああの特定地域の再生緊急整備事業に関しても、もう民間投資で、再生事業を行っていただく。もともと効果は都心部、民間の活力を使って整備をしていくという感じで、まあ、方法論としては、財政上の措置というのは規制緩和、まあ、一部財政支援になります。税制と規制緩和というのがまあメインの、これはちょっとトップとは違いますが、同じスタイルでの今、申請をしていると思います。はい。他に、ありがとうございます。はい。横山さん、お願いします。甘声をお願いします。ご質問の、スキダのところなんですけれども、臨海組織のゆりかもめと比べますと、まあ、規模も全然違うわけですけど、事業者の施工分、それから補助事業で相当負担する部分があって、まあ、事業者の方が純利益を上げているということだと思うんですが、居住人口とか新入人口ももちろん違うんですけど、この乗車人数がね、1日で10万人ということなんで、多分ホテルがあったり、商業施設があったり、あるいは地域サイトなんかがあって、普通にこう、生きていただく人がたくさんいるという前提で成り立ってしようというふうに思うんですが、こちらでの研究では、まあ、採算性などにも課題があるというふうに書いてあるんですが、この500億円ぐらいの事業費ということで、どのぐらいの、乗車人数があればないかと、あくまでもちょっとご質問があったと思うんですが、そういう研究をなされているんでしょうか。
むしろ逆算してですね、逆算して、そういった公共交通の採算性が取れる条件というのは、どれぐらいの乗降客がいるか、あるいはどれぐらいの規模の集客施設が、例えばアイランド場所にいるの、これどんなことですか。前面に、27ページが、いくつかのアンケートの平成12年を考えたときの、一番下に、乗車需要予測とございます。これが、一応財産は、これから取れるであろう。これくらいが、取れるであろうということで、一番可能性があると考えたのは、この、今の保険案なんですけれども、これもですね、次回に見ていただきますと、鉄道を導入する場合の課題ということで、総合直通運転というこういうことをやらなきゃいけないということが一つと、事業手法ということで、事業主体の中に開発者負担金と、これは他の地域の鉄道も同じですけども、開発者から負担金を取りましょうというような構造になっておりまして、平成12年当時はこの開発者負担金というのは、博多港開発から大体100億くらい、どんどんいただきましょうということを前提に、やっとこそ採算が取れるかもしれないなと。ということをしておりましたので、そこが全くなくなっているということですから、実はそこの前提が今崩れておりますので、具体的に数値の下がしないんですけども、少なくともプラスに当たることは全くないだろうということで、なかなか厳しい状態になるということでございます。で、19年に、再度検討した時点では、この中長期的な視点に立って考えるということに、現時点にはなっている。よろしいですか。あ、ちょっとよろしいですか。鉄道関係の方の、どのくらい乗れば採算が合うのかというお話なんですけど、学会っていうか土木関係のちょっと資料、論文といいますか、それから見たら、例えば鉄道、高速鉄道で言いますと、大体 1km あたり1万5100人ぐらいがないと、そのなかなか採算になりませんよという論文が一部あります。で、それでいきますと、今回2km で、乗降これ乗車人数だけですが、乗降人ですね、15,600人、これが2km、約2km でこういうふうになります。ですから1km に直しますと大体7800人ぐらいになります。で、その論文によると1万5000ですから倍ぐらいはないとなかなか採算に合いにくいというお話になってまいります。でそれで、そこで、これが補助金とか、先ほどちょっとお話ありました、博多開発の負担金とか開発者の負担金とか、そういうもので、できるだけイニシャルコストを負担していただいて少なくすると、そうすれば、なんとか混沌になるんじゃないかなというのが、当初の計画でございます。はい、ありがとうございます。よろしいですか、それ。はい、その乗車人数というのは、その今計画している就業人口とか、その居住人口が 2% の場合には一応そのこの回行くようになって、そういう数字になるんでしょう、結果的に。この時の設計条件でございますけれども、この時期は従業者の分が大体、11,000人で、現在の計画では港と町と合わせて18,000人、従業者ですね。で、居住者については18,000で、この当時と変わりません。ですから従業者数が大体7000人ぐらい増えたという、現在当初の計画から比べるとそのようになっているということでございます。それはあれですよね、現在のアイランドシティの計画人口ですね。現在の21年度に作りました新事業計画でございます。はい、で今日の27ページ目の資料の、左下の、乗車人員需要予測の15,600人が平成29年時点で書いてあるんですけど、これは計画途中段階での、需要予測という。平成29年度といいますと、ある程度こう町が熟成してきた頃の予測でございます。そうするとこの時点で従業者が1万1000人で、
居住者が1万8000人いるとしたときに1日当たり1万5600人の重要素になります。そうですね、最終的なものがそういうこと。だから途中ですから、29年時点今計画では多分町が熟成するのは最初の土地分量が大体35年ぐらいになってきますので、町が熟成するのはそれが建物が建てからという建物が建てする必要がございますので、多分30年代の後半とかそういうところ。そうすると先ほどの土木学会の数字の1年のキロ当たり1万5000人の乗降客が、採算内だというと大体その半分のレベルとしか今半分のレベルということ、はい、そういうご判断ということで、はい、じゃあ小林さん、はい、非常に分かりやすい秘書からご説明を受けて、未来に出ての運営にくるのはちょっと幅が狭くなったような気がするんですけど、プラグになったような感じしますか。それはそれとして、ちょっとご質問というか、パーツです。一つは港が函館の方と IC の方と集約をして、今の中央埠頭を町づくりと人のにぎわいのところをコンベンションを組んでするというような、もう中央埠頭にあるものを年々向こうに持っていくというのを第1回目にしたことが重要があるんですけど、そういうご計画はございませんですか。それで1点、もう来年はボイジャー・オブ・ザ・シーという13万8000トンの3100名の船が来ますし、まあ、それをもっと毎週でも来るようにしないといけないときに、地方等というのは、それは函館と IC、全部持っていく人を生み出す一つと、もう一つはエコー、青木さんも出ませんけど、もっと大きなビジョンをやるし、ここにも出てますけども、エコーとか健康法とか、子供とかアンチエイジングとかいう島、アイランドにしないといけないと思うんですけど、鉄道のご説明が今ございましたけども、EV バスということで、経産省の実験の話もありましたが、EV のバスで、全部をするというシミュレーションというのは、なさってないんでしょうか。というのが、お台場にしても、神戸にしても、キラキラコンテンツみたいなところ、フジテレビがあったり、そういうことで、集客のがあるから、少しはいけるんでしょうけど、福岡で南の路線でもシミュレーションが甘いって言われて、新聞でも言われている中で、このご時世で財政状況で鉄道なんてことも一切考えられないんじゃないかなと思うんですけど、むしろでも EV のバスということで、もうすごくエコと健康をアピールできるということで言えば、そのご検討をされてないんだったらされるべきじゃないかなというふうに少し思います。以上、どうでしょうか。ご質問がありました1点目の中央等の、ただ物流機能を函館の方にというご質問だと思うんですけれども、中央等はですね、基本的に物流機能はですね、メインとしては持っていない機能現状です。で、今コンテナ等の取り扱いはございますけれども、それはカメリアラインといいまして、フェリーですね、貨客船が、釜山との間に1往復しておりまして、お客様のを運ぶという機能と同時にですね、船に貨物も乗せてですね、物流をしておるということからですね、まあ、人流と物流が一緒になった機能の結果ですね、あそこでさばいているということでございます。で、カメリアラインにつきましても毎年ちょっとすいません、正確な数字は覚えておりませんけども、まあ、10万ないし20万人ぐらいの方をですね、日本、福岡と釜山の間、運んでいただいておりますので、それを逆に函館付近に持ってきますとですね、乗降客の方が、まあ、CIQ と言いましょうか、出入国される時のですね、機能が落ちるというとか、そういう現状がございますので、現在のその計画の中ではですね、そのカメリアラインを函館の島の方に持っていくというような計画はないということでございます。それはどうなんですか。
倉庫とか見てて良くないところがございますよね。ですから、ウォーターフロントというか、夢の港、世界一の2倍の港をアミューズメントというか港にするということで言えば、倉庫街とかも含めて、あちらに持っていくというようなことはできないんでしょう。それと同時にトップということで言えば、CIQ もトップで解決できる問題があると思いますけど、今、カメリアは2億できるはずなのに、1億しかできないのは、インフレーションの夜できないということがあると思うんですけど、トップで、市役所の職員の方とか県の職員の方が CIQ ができるようにしてもらえれば、2億できるから、別にそのフェリーの問題は、ちょっとこう、うちに置いて、むしろ旅客の2倍とかいうものもっと軽いものの往復で使うこともできるんで、カメリアに今、貨物があるからどうかではなくて、全てにおいて、そこはもう右側の街を作るんだと、福岡の一番の拠点を作るんだと、国際都市としてということにするというお考えもあってもいいのではないかなと思います。いかがでしょうか。今の話は、ご説明いたしました、地域活性化総合と、こちらの方で、この国際ターミナル、クルーズ計画というのがあると、この中でですね、試合機の話も、市場設計法という話でございます。から、法案の方の不当感の、機能分担になりますよ、ね。ページいきますと、11ページをお手元の準備にあります。先ほど、ワンとかにも説明いたしましたが、配置書を、整然とやっていこうと、今の考えでございまして、今、労働制のこのアイランドシティのものについてる、これは尾崎文助場所、これはもう旅館か、貨物関連に近いところに移転しますと。それでこちらは物流機能をしっかり強化して、最後の完璧まで仕上げていくという形だと思います。それから中国島の方の整備に関しましては、今回の補正予算で、一部大型のクルーズ全体をできるような対応は、断定的なものとして使うんですけれども、ここをどうしていくかというのは、大きな課題でしょうから。これは今、保安局の方が中心になりまして、長期構想。大まかに言うとこういう形で国民の方を示しているわけですから、この長期構想を保安局の方でしっかり考えていただいております。そちらの方でよく議論していただく内容になっているかと思いますので、今のおまかにご意見を踏まえて、保安局の方でご検討いただけるんじゃないかと思います。よろしくお願いします。CIQ っていうのは何なんでしょうか。税関と入国と検疫。ああよくできないその3つの、権限というか領土で、それが夜間できないので、その時になって規制緩和というか、あるいは権限が移動されると、それができるようになる。ですね、今、博多釜山間がフェリーで6時間で片道行きますので、1往復で12時間。2往復で24時間で1日2往復できるというような趣旨でお話をされているんだと思うんですけれども、貨物船の場合6時間であってもですね、もう一方貨物の乗り換えとか人の乗り降りとかの時間もございますし、若干 そのスケジュールをしっかり守っていくためにはですね、余裕の時間も見てないと現実的な運行ができません。従いまして、24時間で2往復するというのは現実的な現実的に取れるやり方ではないというふうに、ことをすみません、補足してご説明させていただきたいと思います。カメリアだけに使うことはそうなんですけど、環状線といって、バルト海なんかやってる5メーターでも行ける船があるんです。前はちょっと忘れて、いや、カメリアだけだとそうなんですけど、そういう国際的な目当にするという CIQ トップでという意味は、環状線といってバルト海を行ってるのは5メーター、6メーターの海でも行ってて、3時間15分で釜山方が結べるんです。でそういうのを考えると、そのジェットホイールではなくて、もっと船がいろいろありますから、フェリーだけではなくて旅客船で、何往復でもできる、夜でもできるということもできるんじゃないかというような意味で、もっとこういうふうな話でございまして、確かにフェリーはそうかもしれませんが、そういうのもありますね。ジェットホイールはいいわけですけど、そういう規制緩和だけじゃなくて、はい、とりあえずその部分を新しいものと組み合わせることが考えられるんだ。ジェアルさんもそれを導入しようと今考えておられますので、そういうご質問だと。そうですみません、そういう具体的な計画が今現在ございませんので、私、法案局としても検討はいたしておりませんけれども、
規制緩和の問題とですね、もう一つそれを運行される、船会社等の経営の問題の中でですね、現実的にできるのかできないのかということが、ある程度熟度を、なんて言うんでしょうか、絞られてくるんじゃないかと思いますけども、まあ、今現在でその、そういうことを経営されたというようなお話もございませんので、ちょっとすいません、それ以上私の、お答えができないという、あ、結構です、よろしくお願いします、はい、検討してないということで、はい、市としてはまだ検討されてないということで、ご関連何かありますか。あ、はい、質問でよろしいですか。はい、すみません、基本的な質問なんですけど、トップの、申請済みって、国際選択総合トップっていうのは、もうそのトップがこう認められるっていうことで判断して話をしてもいいんでしょうか。あと、日本海側拠点の応募済みっていうのの可能性と、すみません、お願いします。すみません、申請済みっていうのは、任意公務員案件がしましたよというところまでして、それから、まあ、全然ライバルがいっぱいいますので、その中で、国際総合戦略特区ですと、全国で5カ所から地区しか選ばれないっていうことなんですよね。で、今回だから選ばれるってことではなくてですね、ライバルに勝たなきゃいけないという、実は今、政治的に。そのライバルってのはどのぐらい、ライバルいっぱい出てくるんですけど、ね、大体三大都市圏とかですね、その他の北海道さんも出しておられたりとかありますので、なかなかこう、効果だから取っていただきますという状態ないので、今、衣装を提案します。これを前提にみたいなことで話は進めないと。あ、もちろんそうです。我々としては今、こういう構造も活用して、国の制度を活用していったらいいんじゃないかということで考えているということでして、一つ一つの、まあ、考え方は我々トップにして、トップとして受けるぐらいにかかわらず、しっかりやっていかなきゃいけないということで。よろしくお願いいたします。申請をしているか、はい、当てにしちゃいます。当てにしちゃいます。はい、はい、あ、以上です。先ほど細かく見られた国産のアニメというのは、最近ヨーロッパでも東欧の止まって、非常にその東北からそのロシアに南部まで至って、非常にたくさんの人間をしているのが、らしいと言っていて、考えていただきたいということだと思いますけど、まあ、他のこのことで言えますと、この RHT はそういう意味では、新しいビジネス、高効率のビジネスというのを、そしてまた関係なくしビジネスという意味では、47ページで説明されました、コンテンツ分野、デジタルコンテンツと、資料のですね、中の一つに、少し詳しいものがございまして、あれが資料ですか。一番最後に、これは出席者の方にしかお配りされる資料でございますが、日中間デジタル関係総合資料というものでございます。記者会見資料をそのままちょっと皆さんにお配りしているぐらいでございますが、本当に終わりでしょうか。ちょっと、この中身でございますけども、福岡市は都市企業の都市企業とかですね、ビルドとかのようにデジタルコンテンツというのに着目しております。あるいはその大学の集積、特に九州大学の技術工学とかでデジタルコンテンツかなり盛んでございますので、世界最先端の研究開発などを充実していくというふうな考え方が基本にございます。あるいはその人の投資を取り込むために、コンテンツの活用というのも考えていこうというふうにしています。その中ですね、九州大学の方で、
日中間の人材教育ですね、まあ、大学院レベルの、学生をです、ね、相互に派遣する形で、総合的なです、ね、高度人材育成をしていこうというふうな考え方をお持ちでございまして、それの、実証としてですね、今回、日本に呼び込む形で、ダイバーシティで中国と韓国の、学生さん、あるいはその早稲田大学の学生さんが来てですね、一緒に授業してみようということで、九州大学の機材とかを使いながらですね、共同研究、共同事業の、試行といいますか、そういうのをやってみようという、試みでございます。去年は学習的なという意見を示したというふうに僕は思っていますけれども、以前その阪神アーミーという大震災の時に、特にこのような学習的な学習なものをプラスその、アジアの大人の人々の人材を日本に行き込むということも含めて、私もそこに関わったんですが、大学で日本のコンテンツを開発するだけで新しい教育のシステムというのを開発したことがありますけれども、どうしてもその、今ですね、アジアではこのメディアコンテンツ事業というのがその、開発だけではなくてマーケットとしても非常に整備されつつあるときに、そのビジネスとして、ここに投資を呼び込むというと手段として、これからの違う意味でのビジネスの方の中で効果があるかでいただきたいというのは、もう少しその全体的な、ビジネスにも特化した、事業というのも立ち上げる必要があるのではないかと思います。そのようなマーケットに対処する、面を効果としてもちょっと非常に重要だと思いますので、選びすぎて、そこまでの広がりを持つ事業というのを考えていただきたいと思います。はい、今のじゃあここに後半部の方でもしよろしければ詳しく説明していただければと思いますけれども、他に質問をお受けしたいと思いますが、後半の方ではご意見をいただきますので、先ほどお二人の質問がありましたので申し上げますが、よろしいですか。はい、そうしましたら一旦ちょっと休憩に入りたいと思いますけれども、今寺田副市長の方から市の実態についての説明がありまして、頭が痛くなる、こうやって私の口が重くなる、ような感じもしますが、総じて申し上げますと、私の印象としては政令市になってからいくつかのイベントをこう打ちながら、福岡市はインフラ整備、施設整備を行って、どうもその借金人の返済に追われるような感じということですね。それから、人口増加に伴ったというですね、様々な公共施設の高度成長期から整備して、で、どうもその老朽化対応で追われるような。で、さらにまた、人口そのものが高齢化が進み、そういったものが福祉、あるいは補助等の、予算が、膨らみつつあるという、20区、30区の中で、このアイランドシティを、計画をですね、20年前からですか、立ち上げてそれを推進していかなければいけないということで、非常に悪循環に陥っている。悪循環に陥っている。で、それを好循環に変換していきたいということで、そのためのアイデアとかですね、知恵を、フォーラムのこのメンバーの方に出していただきたいというご趣旨かと思います。ぜひぜひそういうことで後半戦の方もお願いしたいと思います。では、休憩時間、予定の時間終わりましたので、再開させていただきます。それで皆様からご意見を、いただく前にですね、前回宿題として、ヌキーの方から宿題として出されてましたサイバー大学がですね、今こちらアイランドシティに立地してるんですけれども、それに関してのご質問がありましたが、ちょっと簡単に口頭で、お答えしていただけますでしょうか。はい、経済振興局産業政策部長でございます。前回の委員会で、サイバー大学の経営状況についてのご質問があったということでございます。ご承知おきのようにサイバー大学昨年の7月以降ソフトバンク株式会社の 100% 子会社ということで経営が変わっております。で、やはり当初より厳しい状況であるというのは変わりないんですけども、世界遺産学部の学生募集の停止やその他コスト削減等により赤字幅も相当
改善しつつございまして、26年頃にはですね、単年度黒字になるのではないかという見込みでございます。今後とも安定的な経営が行われますよ、我々福岡市の方もですね、注視しながら必要に応じた指導をやっていきたいというふうに考えております。よろしくお願いします。よろしいですか。はいはい、経営状況はですね、あまり良くないのはよく分かっているんですが、ただあれ非常に夢のある大学としてですね、スタートしたのになぜこういう格好になっているのか、あるいは今後ですね、少し花開く可能性というのはないのかですね、まあ、今日じゃなくてもよろしいんですけども、まあ、そういう趣旨で申しましたので、またそういうもし回答が今後できればお願いしたいと思います。今日じゃなくてよろしいです。はい、何かございますか。はい、そうですね、なかなか厳しい状況、私も実は客員教授しておりまして、はい、学部がですね、少し縮小されたりしている状況、はい、じゃあ私もあそこは経営に一時立ちてましてですね、はい、私も調子してたもんですから、それでまあ要するに非常にこういろんな規制といいますかね、規制の中でちょっとうまく動けずにですね、力が発揮できなかったという面があるようなんで、面白そうですね、うまく生かしていけば、はい、いいのかなって言って、ちょっとしたもんですが、はい、ありがとうございました。よろしいですか。それでは議事の方に、入りたいと思いますけれども、後半部のですね、皆様から、A によるフリーディスカッションということですが、まあ、皆様からご意見をいただく、ということで、お願いしたいと思いますが、まあ、あらかじめ私がちょっと A さんの用紙を用意させていただきましたけれども、決してこれにこだわるわけではありませんので、まあ、7つの柱を立て、皆様のご意見をこうある程度柱を立ててまとめていくと、こういった7つの柱になるかなと思ってちょっと作ってみたんですが、改めて今見ますと非常に硬い言葉でですね、時々私行政用語だって批判したりするようなことを自ら使ってたりしてですね、分かりにくかったりします。あまり私もセンスがないもんですから、決してこういうのを断るつもりはございませんので、何なりとお話をいただきたいと思います。左側の方がですね、どちらかというと理念とかですね、構想、未来像、将来像の話ですね、あるいは街づくりにテーマを持たせた方がいいんじゃないか、あるいはまあ、住みたくなる、あるいは安全でやっぱり住みたくなる街をどういうふうに作って、とはどういう街かというような、そのイメージ、あるいはその、具体的な、ブランド化、ブランドの創造ですか、そういったことについてのご意見をさらに、補強していただければと思っております。で、右側の方がですね、具体的なそのための方策、方法とかですね、施策についてですので、最初もしよろしければ左側の方についてですね、またご意見等いただければと思っております。で、まず最初にですね、あと今日資料を、わざわざ作ってですね、来ていただいておりますアイランドタワー自治会の、森委員の方から、自治会の意見をまとめてきていただいておりますので、こちらのご説明を、はい、お願いいたします。いろいろときれいにまとめていただいた市のお話を聞いて、だんだんトーンが下がってきたんですが、この場をこれからトーンを変えて、まずですね、私今日ペーパー1枚用意しましたけれども、住民とか私の娘とかにこのペーパーを見せましたら、ワクワクするやんという感じでね、受け止めてもらってますので、できっこないとかそんな発想ではなくて、やろうと思ったらどこをやったらいいかというところの考え方でですね、読んでいただいたらいいんじゃないかなと思ってます。まずですね、初めに、お礼の方を先に申し上げたいと思うんですが、まあ、安藤院の方には直接タワーの方まで、来ていただいてチェックしていただくなりして、実際に行動、トップが行動を起こしていただいて住民に安心を与えていただきました。さらに大場院には今週月曜日から木曜にかけてですね、夜の番組でラジオ番組で、詳しい発信という形で具体的な情報発信をしていただきました。お二方に厚く御礼申し上げたいと思います。ありがとうございました。で、今日ここにペーパー出しましたけども、一応アンケートを取っている最中にですね、住民のアイデアという形で、いわゆるその FIC を考える会を2度やりましたし、他は団体のヒアリングもやりましたし、個別提案もいただきましたし、
まあ、うちには35世帯の海外の居住者がおりますので、まあ、国際ヒアリングという形も少なくともやっております。ただ数的には少ない状態でありますが、まあ、一応住民のアイデアということで住民参加しての参加意思ですということをご理解いただきたいと。でタイトルですがいろいろと悩み苦しみ考えました。で最終的に、環境未来都市福岡アイランドシティ FIC と自然と共生できる文化エコタウン日本文化エコタウンという形で、まとめてみました。でこの委員会が終了にあたってはですね、ぜひ国内外へメッセージを発信してほしいと。そのためには最近お亡くなりになりましたけれどももったいない提唱した真新井女子の意思を継いだ方々とかあるいは、元に戻せないものを作らないでくださいという12歳 その伝説のスピーチをやった、セバスチャン鈴木さんとかさらにはその彼女の演説を聞いて最初に握手をしたノーベルあるいは、アカデミー賞を持ったもらったゴアさんとか自然エネルギーの財団で理事長に就任されました、スウェーデンのエネルギー長トマス・ゴバリエさんとか、まあ、こういう方々の要は今質の高い環境未来都市は一体何なのかという形のイベントあるいはそういうメッセージの場を設けていただいて FIC を発信していただければ市民含めて、大変な方向に向かっていくのではないかなと思っています。で夢プロジェクトの取り組みですが、はい、すいません時間も限られているので、はい、10分ぐらいで、はい、お願いします。細かくルールの説明はいたしませんのですが、プロジェクトの準備として FIC 住民が参加できるような企画段階が参加できるような仕組み、そのための心臓部としてふるさと防災防犯の兼ねた本部を兼ねた会館の設置並びにマネジメントができる NPO これが出来上がるまで一つフォローをお願いしたい。さらにアイランドシティは2校区という形を取っていると思いますがそれを1校区にして、初夏台あるいは夏祭りそこに書いているような将来的には港エリアでの企業祭りとか、会場祭りイベントそういったものに企画がスムースに流れるようにしてほしいと。あるいはバランスが人口バランスが悪いところにありますがそのバランスも千葉の方では改革が進んでいるというふうに聞いておりますのでこの辺は平山委員の方のアドバイスも受けていきたいというふうに思います。具体的なプロジェクトではもう自然とのプロジェクトということで野鳥公園にとにかく早期開園をしていただいてデザイン性の優れた中央会館なり県の図書館等なんかが施設として入っていただくとありがたいかなと。さらには100メーター幅のグリーンベルトの両側に緑は非常に多いんですがいわゆる彩りがないそういう意味では桜並木そのためにはその防風林防潮林というのも当然必要でしょうしそういうのをあてがいながら緑と彩りをぜひ出してほしいし周遊海域ではエコパーク遊歩道が完成しますがこれはある意味では日本初のユニークな散歩道になるので広域な観光、健康観光ゾーンという形で開発していただければと。さらに5番目には FIC の道の駅ではなくて島の駅という形で青果市場あるいは鹿の島漁港の素材を使ったレストランを展開していただくあるいはそのカーシェアリング、アーが抜けておりますが、カーシェアリングで EV 普及、申すまでもなく、相当数の駐車場台数を確保する、あるいは自転車の確保も当然必要であるし、今お話になった島内のカーシェアリングでの EV の発信と普及に力を入れていただきたい。で交通機関は、これは航空、私どもの工区ばかりじゃなくて対岸の工区も地下鉄の延伸を望んでますので、まあ、そういうところの声もしっかり聞きながら、大量輸送機関を考えていただきかつ海に囲まれたという地形を利用して海上バス、まあ、鹿の島とか野古の島とか
そういうところも高齢化していると話を聞いておりますし、そういうところへのシーバス、ボートエリア作り、そういったものもぜひ考えていただければと思っています。もう一つは教育健康国際エコ複合プロジェクトです。教育機関小中一貫教育は本当に効果を出しておりますし、住民からも大いなる賛意を得られております。しかしこれからは高校の新設は難しいと聞いておりますが、高校の移設なり、あるいは国際のとこからの誘致なり、大学もしかりですし、そういうことも考えていただきたいし、体育及び健康をベースにしたスポーツ医学、いわゆる予防医学にこれから力が入っていく姿になるのではないかなと思っています。9番目が大事なんですが、9番目は一番下に書いてますが、震災による中央政府分散の受け皿として名古屋、大阪、福岡というふうにこう新聞で報道されてますが、ぜひそういうところを FIC としてもぜひ名乗りを上げながら進めていただきたい。それ以外に外に転じた時に県内にある市内にあるようなハビタット国連機関以外に医療福祉機関とかアジア太平洋観光交流機関などの誘致、並びに戦争による紛争解決じゃなくて和を尊ぶ日本という形からした時に国政調停機関みたいなものの誘致とか、子ども会議も20年のキャリアを持っているわけですから、そういう新しい 新機関の設立なんかも考えていただくといいんではないかと。10番目にそういう機関が誘致されてくると、あるいは子ども病院が開設に伴うと、やっぱり夕日のスポットのある FIC で多少なりともそのホテルというものの選択も十分考えていただければと。最後にスマートタウン、主体的な企業の選別、いやある意味では藤沢のイメージもあるんですが、企業の選別と効率的効果的な企業チームの編成をしながら、先ほどもレンガ造りの建物のお話がありましたけれども、省エネ総エネが、福岡市として頑張っているわけですから、先端技術のイベントを常に発信しながら、情報を発信しながらスマートタウンの実現に向けて努力していただければと思います。行政のそのなんていうんですか、福岡市の力というのは、行政の力というのはすごいものがあるというふうに今お話をずっと受け止まっているのが分かりますので、ぜひさらなる力を発揮されてですね、夢に向かって邁進していただければと思っております。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。かなり夢のあるお話を地元の方々でご相談してまとめていただきました。かなり具体的なプロジェクトについてのご提案もございます。何かこれについてご質問あるいはコメントなどございますか。どうぞ。はい、オーバーインお願いします。先日森委員とちょっとお会いして、こういう考えがあるのはどうだということをお聞きしたんですけども、これはもうやっぱり住民の方がですね、実際4500人の方が住んでおられて、要望だから、要望でこれ森さんにも非常に難しい部分ありますけど、これはやっぱり今読みながらね、計画というのはいいんじゃないですかと。だからあとはこれから先進めていく中で具体的にまず何ができるかと。ただしですね、これ一番最初に、これからですね、出口先生の方からこの二十四世紀の展望と福岡の将来を見据えたアイランドシティの未来像の構想、これあります。ただその前にまずですね、森さんたちがおっしゃるように FIC という名前を定着させる、これがまず一番じゃないかなと。で、今週のですね、月から木まで一応自分の RKB の方の夜遅いので11時25分から25分間の大体皆さんお眠りになった時間帯なんですけど、これで、FIC っていうのを徹底的に言いまして、今だから住んでおられる方が人工島というのはやめてくださいと、これも何度も言いました。で、これからまた話進んでいきますけれども、来月の、11月のですね、21日から24日のこの4日間の、収録は前の週の木曜日やるんです。4日間、森委員にゲストで、自分の番組に出ていただいて、いろんな部分のことをアピールしていただきたいと思います。ですから福岡市の素晴らしいと、職員はちゃんと言っておりますので、というのはやっぱりみんなで一緒にですね、前向きに進まない。ただ現実的な問題はこうだという話もしています。それとアイランドシティの安全性、これについては本当に私もすごいなと思っているので、これについてはしっかり、アピールしております。
だからそこら辺も含めてですね、今からどん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 話進めていく中で、やはり、住んでおられる方のことをまず考えながらやれたらなと思います。以上です。はい、どうもありがとうございます。はい、まだこれ11月ですね。11月に、はい、4日21から24ですね。これもはい、プロデューサーさんディレクターの許可取ってもらって、ありがとうございます。すでにこのフォーラムがじゃあきっかけになって、そういう広報活動というか、はい、メディアを使ったアピールが始まったということですね。定着させたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。エビーのお願いします。まあ今ここ森さんの方から提案されたものですね、本当にこういう町になったらいいなということを思いつつ、そして皆さんもそういうのを思いながらこれまでいろんなアイデアとかですねプランとか出してこられたんじゃないかと思うんですけれども、一つまとまった形でですね提案され、町のイメージが分かるようなそういう提案でよかいいんじゃないかなと思っております。ただ私もずっとこう夢のようなことを語ってくてくださいということで語ってきましたけれども、内心ですねやはり福岡市の財政状況とか、それから今の経済情勢とか、いろんなことをおよそ予想がつきますので、大丈夫なのかなと思いながら夢を語ってきたところがあります。そして今また今日福岡市の財政状況とか、これまでのまちづくりの経緯とか説明していただいて、やはり納得する部分が非常に多いと同時に、ちょっと最後の感想、暗い気持ちになったということもありましたけれども、やっぱり進めていく上での厳しい状況ということを、これをやっぱり今理解したところではないかなと思うんですよね。でもその上でやっぱりやらざるを得ないし、やっていくしかないという、そしてやっぱりこれだけの素晴らしい構想を元にやっていくしかないということを、まあ、今放送とかで流していかれるということですけれども、やっぱり行政としてもですねこれを出してもらいたいと思うんですよね。で市政頼りとかいただきますけれども、普通市民の方が市政について得られる情報っていうのは市政頼りと、それからテレビとか新聞とかそういったところじゃないか、議会なんかにあまり足を運ぶ方はいないんじゃないかと思いますので、そういう意味では今人口等がどうなってるのか、そして私たちが一般的にその知っている情報というのはどちらかというと問題がある時ばかり大きく書かれるような時もありますので、あまりその過去の問題もあって、そういいイメージを持ってない、いつまでもなんか福岡市にとっての重荷になっているような、そんなイメージを持っている方も多いんじゃないかと思うんですよね。だから今人工島構想、こんなに素晴らしい未来に向かって町づくりという構想に向かって進めているんだと、そして今ここまで来ている、これからこういうふうに持っていくんだ、財政厳しいけれども選択と集中によってこれは福岡の将来 その発展の原動力になるような、そういう場所になるんだということを、これを行政の方でバシッとこう市政であり特集面とかですね、新聞とかで特集ぐらい組んで打ち出して、そして市民の方の大きなこう理解っていうんですかね、それをもとに、合意をもとに進めていかないと、この厳しい中ではいろいろと一つ一つのところで批判が出たり問題提起されたりするんじゃないかと思いますので、もうこれからいろいろ子ども病院のこととかには、欅の問題とかありましたけれども、人工島を素晴らしい福岡の財産にしていくというところで、もう正面切ってバンとこう打ち出していただきたいなというふうに、政策と集中、選択と集中で投資を呼び込んでいく、そうということでなんかしていただきたいなと思うんですけれども。はい、ありがとうございます。やはりこういった新たな財政支出を伴うような場合は、世論形成というのは非常に重要なので、そのためには、市政頼りということをおっしゃってましたけども、やっぱりいろんな、方面からのですね、アピールなり、あるいはその、市民の合意形成が必要だということをちょっと強調していただいたということだと思いますけども、おそらく皆さんこの今の、こう夢のあるお話を伺って、本当にこういう街ができたらいいなと、で住民の方々の切実なる夢というか希望を、ご希望だというふうに受け止めていると思うんですけれども、一方でやっぱり
この議論をされたときに、その例えば財源でありますとか、あるいはその地元の方々がこういうことに対してどういうことが例えばできるんだろうか、例えば施設を、役所の場合もですね、施設を作るのは案外予算がつくんですけども、その後のメンテナンスとかですね、運営経費って結構負担になるんですよね、財政的な。でそういうところでやっぱり地元の人たちがどれぐらいその負担をしていただく、あるいはその協力していただけるのかですね、そういうところでも負担軽減につながって、財政的な負担軽減につながっていくと思うんですね。そのあたりは何かですか、ご議論されたりはしてますか。実際に今住んでる方々はですね、もうこのままでいいと、逆に言えば、もうその箱物とかいうイメージじゃないんですね。この自然をとにかく大事にしていってくれたらいいと。で利便性のところもね、大きく言われる人もいますけども、逆に今歩いていけるようなところで、それってあんまり不便というイメージではないというような声もあります。だからその財政負担という話のところは、それなりに交番のお話で安藤さんのお話いろいろ申し上げたときには、そうなんだと、そういうお金がいるんだというような感覚で受け止めておられますので、だから必ずしも大きなビルが欲しいとかそういう話ではないと、手作りでなんかその周りに影響を及ぼすような、でそれはある意味で住民の結束だと思うし、出口委員長の今やっておられるところを大いに真似していきたいなというところがあります。はい、村田委員お願いします。公共投資をした後にその後住民がフォローするか何をするかということでですね、お話を伺っています。昨日ツールド福岡の、キックオフパーティーというのがありまして、私自治体代表として出てまいりました。で、まあ、その時に青年会議所の人からですね言われたのが、最後ですね、自転車が最後ゴールするまでの間に住民で、輪を作って中ウェーブみたいなのしてくれないかとかですね、まあ、そういうことを言って、ああいいですねとか言って、まあ、自治体としてもいろいろ協力したりして仲やっていこうとかですねあるんですけれど、自治体としてはそのまだそのどういう計画があってそれに対してどう参加するという形はないけれど、おそらくそういうことに関しては企画があればそれに参加していくような形はやっぱり僕たちも取っていかなきゃいけないのかなと思います。で、その今お話いろいろ聞いてると、まずこの未来改造として、一つはエコ環境、環境エコの話、一つは健康医療の問題、あと、国際交流と、この辺が大きなテーマで、大きなテーマということで先に進んでなくて、で今日お金がないというお話まで伺いまして、さあどうするかということで、今ツールド福岡の話にまた関連付けてお話しするんですけど、ちょうどイベントの内容としてはちょうどその自転車を使うで自転車でですね、僕自身も天神から、アイランドシティまで通勤してるんですけれど、通勤圏内なんですよ。で、そういうエコ的なことも、だったり、健康増進ということで、あったり、あと国際選手いろいろ来るんで、国際交流と、アイランドシティの将来的なテーマにも見合ったイベントなのかな。で、こういうイベント、イベント自体はそのすごい公費がかかるようなもんではないと思いますので、こういうのをどん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 誘致していただいて、来てもらいたいなと。でそこで思うのが、で今回ツールド福岡は 7,8 千人の人が来るらしいんですよね。で 7,8 千人の方が来られて、 7,8 千人の方はとりあえずあそこに来るということなんですよね。で来るということは見てもらうチャンスなんですよ。で見てもらうチャンスで皆さんがそのアイランドシティを見てどう感じられるかで、ここ大事だと思うんですね。もうすでにもうアピールのチャンスの場ではあるかなと思う。この1ヶ月2ヶ月で動いてどうなるもんではないと思うんですけど、このアピールできるチャンスの時に、アランドシティってすごいいいじゃんみたいな、そんな感じで出てくればいいと思うんだけれど、果たしてどうかなと。でそこでですね、魅力をアピールするチャンスとして、どんな魅力があるかというと、中央公園、アランドシティ中央公園の方で開催されるわけですけれど、ちょっと公共投資の方とつながるんですけれど、すごく広くて遊具施設も揃ってて気持ちのいいとこなんですけど、じゃあ外からわざわざ来てあそこに来るとなると、みんな何を目指してくるかというと、遊具施設なんですね。だから1歳から小学校低学年ぐらいの親御さんたちがあそこに連れてきて遊ばれるっていうのはあるんだけれど、結局いろんな人を呼び込んで
ということまでにはつながらない。そこをつなげるためにはどうしたらいいかというと、まあ、植物的なところでアピールを打ってもいいんじゃないかな、春は何、秋、夏は何、秋は何、あそこに行くとなんか四季とりどりのなんか魅力があるよとか、まあ、そういうところの魅力発信ができるのかなと。であそこでもしイベントをですね、今後そういうふうなイベントをどん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 連ねていくと、その度その度にいろんな人が来て見てもらうチャンスなんで、そういうふうなところで、あ、綺麗なところだなと毎回こうですね感じていただければ、また町へのアピールになるのかなと思います。で、あとすみません、ちょっと話それるんですけど、あのバスの利便性とかいうことに関して、あと利便性に関してなんですけれど、私ですね、あの個人的に、嘆願、住民からの嘆願書ですねを持って、西鉄バスさんの方にですね、行きました。で現在実はですね、ちょっとバスとして減便になっているというところで、まあ、どういうふうな話かということで伺ったんですけれど、まあ、僕もそれ言ってちょっと暗くなったんですけどね、1便あたり大体ですね4人ちょっとしか乗ってないと、まあ、全ての便の平均ですよ、まあ、そういうことで一旦2年前にちょっと増やしたんだけれども、その後また、それ以上増えてないからまた減便になると。で先ほど EV の EV バスのお話が出て、あの EV バスっていうのが、アイランドシティが千早駅まで結ぶですね、あの路線の一部はあれしてるんですけど、あそこ もすごいやっぱりあの赤字路線みたいで、それはあのシャトルバス運営委員会とかお金を補填してやってると。だからその結局そのバスの、増便とか、そういうことがそのアイランドシティの発展の引き金になるんですよっていうふうな話をしたんだけど、この逆に発展したら増やれますよと、まあ、もちろん僕も商売なんでしょうがないんですけれど、じゃあどうしたらいいですかって言ったら、まあ補填があれば行きますよと、ああそうですかと、まあ、そういったふうな会話で、まあ、すごい止まって、で結局住民の意見をいろいろまとめてですね、まあ、細かいことまあ、早く公共整備をバンバン整備してやったらもう後からついてくるんじゃないかとか、まあ、ここで言われているようなこともいろいろあるんですけれど、どちらにしろお金を使うのであれば、早めに町が完成すると、しないともう無駄なお金でしょ、今からしばらくするまでの開発するまでの期間がですね。だから今の仙台地区と言われるアイランドシティ全体のちょうど、南東部分っていうんですかね、ただあそこを早く一旦早く完成させて核を作ってしまうっていうことをちょっと、急いでやるべきじゃないかなと。それで皆さんはその早期の完成ということは結構皆さん共通に望まれていることなので、その辺大事なのかなということですね。以上です。はい、ありがとうございます。ちょっと整理しますけれども、今村田委員が言われた、まず最初鶴戸福岡の例を出されて、とにかくまずそのブランド構築もまず活動からですと。でとにかく活動をやって活動を集めていく。でその活動を最終的に町の魅力アピールにつなげていくというスタンスで、行って進めていくと。でそれにさらに、アイランド市の自然環境の魅力を享受する楽しむような季節ごと、例えばいろんな戦略を立てると、季節ごとの、自然を楽しめるような、場とですね、の設定と、それとその、イベントの企画とですねリンクさせると、それで町の魅力をアピールさせていく、そういう戦略を立てるということが言われました。これはおそらく私のメモの右下の論点4の町のイメージとブランドをどのように構築していくかということにつながる、まあ、アイデアを今言っていただいたのかと思います。それからもう一つは、ER バス、EV バスの導入について、おそらく初期投資としてまず補填が必要だと。でそれはある程度やっぱり公共投資としてやっていただく必要があると、立ち上げの部分ですね。である程度それが、利用者が増えてですね、定常的に採算性が取れるようになった時には、まあ、それは引き上げていいんですけども、最初の立ち上げの部分は公共投資やるべきじゃないだろうかというようなご意見だったんですが、それはおそらく論点の5につながる部分ではないのかと、それに対してのアイデアかと思います。それからもう一つはセンター地区の話が出ましたが、センター地区の早く核を作っていただきたいと、まあ、商業業務あるいは公共施設が入るかもしれませんけど、その核を作っていただきたい。ところがおそらく今、前回、積水ハウスの方が来ていらっしゃいましたけども、まあ、非常に今こういうご時世なので苦しい立場だと。でということで、まあ、町づくりの方はまず先にやっていただきたい、きちんとやっていただきたい、市の方やっていただきたいというような要望を出されていましたが、のとあ と,、土地代の顕在化、土地代がやっぱり相対的に高いので、それが初期投資のやはり事業負担になっていて民間事業出てこれないと。でそれをおそらくセンター地区のなんていうかセンター地区の整備ですね、なかなかつながりにくい
ボトルネックになっているの でその部分はおそらく土地代をですね、相対的に下げていくためのいろんな政策を出していかなければいけないで、おそらく論点6のところにつながっていくんだと思うんですが、この辺はあの平山委員とかですね、ご専門の方々にまたあのご意見をいただきたいと思っております。それからあとエビ委員から言われたのはあのアピールの話もあるんですけれども、あのまあ、エビ一方であの県のですね、副知事もしていらっしゃいまして、先ほどの、資料ですとですね、どうもこの福岡市の埋め立て地から県は約40億円の税収もやっぱりあるんですね。これ福岡市の約、半分近い税収がある。これをどういうふうに県として評価されているのか、あるいは県としてこの地域のまちづくりにですね、どのように関わっていかれて、また税収増にですね、つなげていくことができるのかって、そのあたりは いかがでしょうね。何か議論ございますか。いや、あのどちらかというと財政的なところは疎いんですけれども、ただやっぱり福岡県にとって福岡市というのは切り離す、その行政は違いますけれどですね、切り離せないんですよね。で福岡市と福岡県はやっぱり強力にあのタイアップして結びついて一体的にやっていかないと、絶対に福岡は県の発展、全体の発展はありえないと思うんですよね。それであのそういう意味では福岡市が発展する、もうどうしたって福岡県の中心顔ですので、玄関口ですので、ここがあの一緒になってやっていかなければということはもう基本的なところだと思っております。基本中の基本ということです。はい、どうも。はい、はい、他にいかがでしょう。はい、どうぞ土屋委員の方でお願いします。あの今日はまあ財源の説明があった後、かなりあの厳しい雰囲気が漂っているわけですけども、まあ、これはあの福岡市に限ったことじゃなくて、まあ、日本全体がやっぱりもうあの国債が世界一多くてですね、それをどうあの今後やっていくのかっていう問題を抱えているわけで、その、まあ、国全体の問題にもあの被っていると思うんですけども、まあ、このあの今日の参考資料の33ページでいきますと、この一般財源の推移というのがまあ少しずつ下がっていると、で今後とも大幅の増加は期待できないって書いてあるんですけれども、まあ、一方その社会福祉の費用がかかっていくと、まあ、これは自明のことなわけですね。ですからやっぱり都市戦略として重要なのは、この財源をいかに伸ばすか、今後期待できないというシナリオではなかなかですね、あの思い切ったあの未来像は描けないと思うんですね。だからやっぱりあの財源問題、税制問題、そういうところまで踏み込んでこのシナリオを描かない限り、この明るい未来像っていうのはあの全部やっぱりお金のところでつまずいてしまうと思います。まあ、あの民活も含めてですね、どういうふうにこのお金をこの地域で稼いでいくのか、もうこれがキーポイントになると思います。でやはりあのアイランドシティだけではやはり解決できない、福岡の強みをやっぱり強調してですね、人物金情報をいかに集めるか、まあ、そこでどれぐらいのお金を今以上に落としてもらうか、それが税収なり地域のですね、あのお金として使える形で残っていくのか、まあ、そういう大きなシナリオから描いていかないとですね、あの、まあ、夢ばっかり描いても結局はお金のところでつまずいてしまうと思うんですね。ですからあのアイランドシティの位置づけというのは私、まあ、あの2回目でしたか、あのご提案しましたけども、まあ、まっさらに近い、非常に、まあ、都心に近い、しかも環境抜群のエリアがあってですね、そこにそのよそから人物金情報が集まれる仕組みをですね、いかに我々が描くかと、これにかかってるなと。でおまけに今国際戦略特区ということで、あの、まあ、税制面も含めたあの規制が ある意味取り払われる可能性があるということですから、まあ、これを活用してですね、まあ、そういうこの財源を含めたシナリオをいかに描くかということじゃないかなと思っております。ですから、まあ、財源のこのところで大幅な増加が期待できないとしちゃうと、もう夢が
描けなくなるんじゃないかというふうに思うんですね。今この一般財源の中身ですけども、いわゆる市民税とか住民税とか、消費税の一部とかあると思うんですが、そういう税制の今の構造も一度このフリーにですね、今どんどん成長している国たくさんあります。特にアジアの小国がものすごく今元気あるわけですね。この間ご紹介した台湾もそうですし、香港、シンガポール、マレーシアもそうです。そういうところがどうやってその他の地域から人物金情報を集めているのか、どういう制度設計をしているのか、そういうものをこう参考にですね、我々はもっとそれ以上の、それとは競争力のある強みを持っていると思いますので、そういうものをこう強化してですね、仕組みを描いていくというのが、アイランドシティに限らずですけども、高感化の課せられた課題かなと思いますし、福岡ができなければおそらく日本の地方でですね、東京以外でそういうシナリオを描けるところはないんじゃないかなというふうに思っております。ちょっと意見になりませんでした。ありがとうございます。はい、少し考え方の、根本、どうぞ。では今土屋委員さんの話、それから先ほどの海老委員さんの話でちょっと補足をさせていただきたいと思うんです。資料がかなりちょっと暗い資料になったりしてますので、ちょっとそういう意味もちょっと補足させていただきたいんですが、資料の中の最初の34ページの資料のところ、市民1人当たりの被災残高ということでですね、これ2番目ということで、これは1人当たり の, 借金みたいなもんですから、確かに2番目ではあるんですけども、ちょっとこの表とですね、その次のページ の, 35ページの表、これちょっと実はですね、元が違ってまして、34ページの表はこれ全会計、全会計といいますか、いわゆる企業会計とかも含めて市の全会計の借金、それから35ページの方はこれ一般会計の借金をベースにして作っている資料です。で、何が言いたいかと言いますと、全会計の方にはですね、いわゆる 上水道、上下水道とかですね、地下鉄とか大きなインフラの分が入っている。でそれについては基本的にこう 利用者の料金とかで、こう戻していくということでございますので、そこが違う。だからそれがかなり大きな、企業会計のかなり大きな部分を占めております。で残りの部分が一般会計になりますので、その一般会計でいわゆる道路とか市民のいわゆる公共施設とか、その辺を作ることになります。その辺の借金になります。ですから当然いろんな大きなイベントとかするとそれに関連して道路を作ったりしますので、その辺で道路が整備が急ぐと、整備が進んだとかいうことがあります。それから今はそうでもないでもないんですけども、20年30年前の福岡市はとにかく早く都市計画道路の整備率を高めろとか、早くその下水道を普及しろと、もうそういうニーズ非常に高くございましたので、そういう結果としてこういうふうになっていると。決してこう無駄なものを作っているとか、なんかイベント行政だけで借金増やしたとか、そういうことではございません。しっかりした姿勢をやってきたなと、私はそういうふうに思っております。でその中でですね、やっぱりこういうそういう記載の借金の額だけ見ると大きなということになるんですけど、一方で予算の編成をするときには福岡市の場合はきちんと投資一般の財源の中にきちんと投資をする財源は確保できます。だからということはさらにこう新しい市を更新していく、新しい分野にも投資をしていく、そういう余力はあるという意味では、これはまだ全国の市の中で見れば恵まれている部分もあるんじゃないかなと思います。ですから海老井先生言われたみたいに、そういう中で決して楽ではないけど、そういういかにその資源を選択と集中をしながら効果的に使っていくか、それが大事なことであると、委員の発言通りだと思っております。で土屋先生、委員さん言われたように私も先日台北に行っていろんな向こうの今事情を聞かせてもらいました。非常にその厳しい中で中国を中心としたアジアのこうエネルギー、成長のエネルギーをいかに取り込んで
自国を維持発展させていくかというのは非常な危機感の中で、取り組んであるそういうことでございますので、確かにこう資料的にはもう財源は非常に伸びるのは難しいということになっておりますけれども、その辺については今新ビジョンも今作っております。いろんな各界のご意見も踏まえて、いかにその特には福岡市の都市戦略というのをどこに求めて、どういうふうにそこに主化していくかということを今検討をしっかりやろうとしているところです。そういうところで市全体としての成長の戦略っていうのは別途しっかり作っていきたいと、その中で、アイランドシティも位置づけますし、アイランドシティの中にもできるだけのことをやっていくと、やれることをやっていくと、そういう考え方でおります。はい、ありがとうございます。よろしいですか。はい、もし考え方の整理をしていただきましたけれども、今のお話はこの、42ページのお話ですね。社員がおっしゃったように、いかに好循環にしていくかという、まあ、その局所申し上げたような状況にあるんですが、その中にあってどうやって成長をしていくかと、その中にアイランドシティを位置づけていくかという、好循環を導き出すということがぜひご議論いただきたいようなお話でございまして、事実その結果として税収も先ほど話題になりました通り、埋め立て地からは福岡市が約80億とで、県には40億という、大きなですね新しい財源を作っているわけですので、こういう新しい財源を使って成長戦略を実現していくというのが一番いい循環であろうというふうに考えているということでございまして、私の説明は若干暗い話が多いような印象を持たれたかもしれませんが、実はここが一番大きなところであるというふうにご理解いただければと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ぜひ好循環を作るシナリオで、はい、先ほどこちらからも 手を挙げていただきました。じゃあ次でよろしい。はい、はい、すみません。今のお話の関連なんですけれど、やはりお話にあったようにプライオリティをどう考えるかということだと思います。福岡市の中でアイランドシティもあるけれども、もちろん博多天神もあるし桃地もあるしという中で、どれだけこの地域にプライオリティを持って公共投資を入れていくのかという話のような気がします。で、いろんなそのプロジェクトを考えるときもやっぱり費用と便益をどう考えるか、短期じゃなくて中長期でいいと思うし、この地域だけで考える必要はないと思う。もっと広域的に考えればいいと思うんですけれど、やはり夢のあるプロジェクトをやっていくとやっぱり税金を投入するということには当然なるので、そういう中でやはりこの地域が福岡市にとって、あるいは福岡都市圏にとって非常に重要なプライオリティが最も高いぐらいの土地だっていう、そういう位置づけがやっぱり必要なんじゃないかというふうに思います。はい、ありがとうございます。福岡市の中のプライオリティが高いという位置づけのシナリオを考えていく、はい、ありがとうございます。大和委員の方でお願いします。山崎副市長の話は別に暗い話じゃなくて本当の話でありまして、ね、だからこれその中でどうしていくかっていうことだと思うんですね。ですから村田委員がおっしゃってたように、これから先のことを考えながらですけども、前回の委員会でも言いましたように、まず陸路ですね、それとその、西鉄さんとの、それはもう価格交渉はもう福岡市の方がやられるわけですからあれなんですけども、ちゃんとした話ができれば営業所の移転というのはもう西鉄さんは言ってるわけですから、そしたらもう始発ですから何人乗っ取ろうと一緒なんですね、これね。で、道はですね、前回の海老委員は欠席でございましたけれども、これは都市高の延伸とかいうのは県からお金をですね、随分出してもらわなくちゃいけないんで、これはやっぱ本当に県と市とのですね絡みの中で、これはもうだからアイランドシティだけじゃなくて、これも天神とか博多駅とかトータルでの話になりますんでね、だからそこら辺のことはですね、きちっとまず住んでる人たち、それから今からここで仕事する人たちのための足を作る。だからそういう話があれば、そのスーパーとかいうのは割と早くできると思うんですよ。それとイメージ的にはですね、また街の作りの中で、伊藤先生ともずいぶん前に話したことあるんですけど、森委員からこの前お話聞いたら、カシーグの、これは構想ですよね、どうなるか分からんけど、やっぱカシーグをやっぱ浜郡みたいな形の中で一つ持ってこれんかという話ありますけど、これは串田神社でも浜郡っていうのが一つ港のところにあるんですね。だからお宮っていうのがイメージ的にあれば、これは本当に人が集まる中で一つの大きな、なんて言いますか、シンボルみたいになるんじゃないかなと思います。だからそういう発想
だからそのハードの中にやっぱりソフトって言いますか、心の部分っていうのが入っていけば本当のまちづくりにつながるんじゃないかなと思います。あとは、まあさっき言いましたけども、まあ、自分の、まあ、深夜のラジオだけじゃダメなんで、一応毎日新聞の岩松編集局長にも毎日新聞の方でこのいわゆる住んでる人のあれは当たってくれという依頼はしております。で RKB の、 テレビの方にもちょっと報道記者にも言ってるんですけども、これいろいろありますね。ラジオが考えたら来月中森社長と九州フォーラムっていうのでまた一緒になりますんで、扱ってくださいという依頼します。あとも、だから、トコさんにしてもいろんな方がですね、前向きに本当イメージ FIC ですよ。だから人口を取ってやったら言っちゃいけないということでFIC で投資をしながら、そういう形の中でやれたらというふうに思っております。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、ご協力さん、はい、伊藤先生お願いします。全くその通りだと思いますし、今ブランドの創造といいますか、その魅力の創造という意味では、私はやはりこう素晴らしいなと思いますが、森委員から発表があったこの中間提言の中にやはりその、イメージ作りというものが強く打ち出されていた。このイメージ作りというのは非常にこれから の, そのアイランドシティ の, その将来を左右するものであって、個々の事業というものは非常に大事なんですけども、逆にその個々の事業が分散してしまって、その支離滅裂になってしまって崩壊していってしまっては、逆にその価値さえ失ってしまう。だからこのブランド創造というのは、その土地のやはり魅力と、また投資意欲、またこれから の, その逆にこの土地がどういうふうに地球に貢献していくかということも大きく言えばですね、福岡市だけじゃなくて想像することができる。そういう意味では今大場委員が言われたような、まあここにそのある種の精神的支柱を埋め込むということは非常に大事で、私もいろんな街づくりの活性化のためのイベントというのをやってきましたけども、一番やはり理想モデルというのはやはりお祭りなんですね。やはりその昨日は長崎の奥んちもありましたけども、山笠、いろんなそのお祭りというものが逆に言えばイベントというふうに小規模になっていって、また逆に言えばその対処療法的なものになってしまうと、逆にその地域のブランド向上というものにはまあまりつながっていかない、うん、それを持続的なそのいわゆるソフトコンテンツによるそのイメージの創造ってやるにはどうやるか、これまた難しい問題で、今ここに提言にやられたようなものはぜひやった方がいいと思いますし、これ持続的にいわゆる最終的なブランド創造のためにこうデザインしていくことが大事だと思うんですけども、これは市の立場からすれば特定にアイランドシティだけにそのある種 の, その予算を傾注させて、それだけに一年中没頭させ、また予算も少ない中でやるというのは難しい話になってくる。まあ委員長もいつも言われるような都市の新旧療法というのは、まあ、非常に そういう意味で難しいけどもやらなければいけないところがあって、まあ、それをどういうふうにやるかというときにこの中間提言をやられたということは非常に意味のあることで、まあ、私もその富山で一つモデルをやってるんですが、その自治会というものがね、やはりこれまでの自治会というこれほど意識の高い方が揃っていらっしゃるなら、これまでの自治会と違って機能を担う、先ほど委員長が言われたように、またそれの実効的役割と負担もある意味捉えて自分たちの価値創造をするというような、まあ、こういう決意にも見えますので、まあ、そのような新しいモデルを、連携モデルを、市と自治会が図っていくというのもまた素晴らしいことじゃないかというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ村田委員。お祭りですね、お祭りといえば、まあ、うちの、アイランドシーの方では、第2回の、テキハ夏祭りというのをやってた。おそらく、これが一番大きなお祭りのイベントだと思います。おそらく今年は1500人ぐらいが集まる祭りを、やって低予算の中で、やろうとして、結局どんな業者も入れず全部手作りでやってちょっと大事だったんですけどね、なんとかこれを叩き台にして、まあ、発展させていこうかと思っています。で森会長も前もお話聞いてるんですけどね、そういう神社の方の入れたりとかして大きな祭りを入れていく。でまだその本当にお祭りをしていくことに自治会の活動をしているところなんですけどね、まだ自治協議会というのは出来上がっていません。まだちょっと新しいのでですね、まだこうまとまってない状況で今それをまとめている作業をですね、やっているところなんですけど、今そういうところで、まあ、四苦八苦やっているというところを一応お伝えしておこうかなと思います。はい、であとですね、これも住宅販売の方になると思うんですけれど、自治会を作っているのはちょっと悩みの一つなんですけれど、実際自治会に所属していないマンションとかそういうのがあって、それを取り込むのにすごく苦労するんです。
例えば夏祭りを一つやろうとして、あそこはお金払ってる、ここはお金払ってない、じゃあ一緒にやって費用どんなんのみたいな、結構そういうところでやってて、まあ、新しくマンションとか作ったり、そういう事業者の方にはなんかある程度自治会に入るとか、そういうのはある程度もう義務というかもう付帯してやってもらうような形のなんかこの販売戦略を取ってもらわないと、ポンポン入ってきてポンポン売って、そこは自治体入れないからお金がどうのこうのになると、結局住民がまとまれないからですね、なんかそういうところもなんかちょっと細かい話ですけどいるのかなと、はいはい、まあ、とりあえずまとまろうと頑張ってるところです。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。一つは先ほどその、まあ、このような、メッセージの発信ということも含めて、産業的には先ほど言いましたデジタルコンテンツ系、メディア系、そして先端系というのは、この人類の将来に向けるテクノロジーというのは必ずその環境というものに向いている。そうするとそういう産業というのはこの町のその将来に非常にフィットしているというふうに思うんですけども、まあ、そういう意味ではこのさっきの日中韓プロジェクトというのは非常に魅力的なプロジェクトですけども、もっとそのいわゆる環境という一種のいわゆるバーチャルリアリティの中でも語られなきゃいけないものというものを視野に入れた、そのようなそのこれから産業や研究というものが、大きな投資を生むときに、もう少し視野を広げていただきたいというのと、ここになんでサイバー大学が入ってられないのか、それはちょっと最後 の言葉ですけど、私もここでサイバー大学が入ってると逆にこう地元的にもこういいんじゃないかなというふうに思ったんですけども。はい、そうですね、地元の事業者。はい、どうぞ。平山いいですか。来月私どうしても出れないんで、今日ちょっと言わせていただきたい、一つはまず第一点がセンター地区の話が出ましたけども、鶏が先か卵が先がなくして、しかるべき時期にできるものになればできるだけ早くできた方がいい。その中で資金的なものが厳しいのであればですね、まあ、PFI 方式なんかで、土地を提供して安いって言います、適正な地代でですね、一定の期間提供してコンペをやって、そこにいろんな施設をですね、誘導する企画力のあるところに、提供すると、そういう形でまず核になるその利便の施設を作ると、それは一つの方法として積極的に進めた方がいいんじゃないかということも言ってんですね。もう一点は、私も昨日飛行機の上から見ましたら、まあ、今住んでる地域は平面から見ると大変広いんですけど、上から見るとほんの一部で、もうまだいっぱい土地が余ってるわけですね。その中でこの FIC ですか、オーバーインからのところの FIC は、国際性、先端性っていうですね、非常に将来を見据えたエリアとしての位置づけがあるわけですから、まず国際交流基金会館地のも東区にありますけども、施設が老朽化すればですね、やっぱりこういうやつも積極的に引っ張ってきてやはり立地させる。また前の今旧大昔の 九州芸工大は学部はどんなんだとか分かりませんけども、大学だって、まあ、旧大が伊東に行ってますけども、大学今学部は芝浦にあるんですけども、施設が老朽化してきたら現場立ち返って厳しいのであればですね、やはり集団移転してもらうというのは、旧芸工大の跡地っていうのは住宅事業のポテンシャル非常に高い地域ですから、土地代は回収できる、あと建物代だけということでしょうし、でそれよりも私はこの国際性という中で日中韓というですね、この強い絆のある関係を一歩深めるためにですね、日中間共同でですね、リベラルアーツ的なものをですね、大学、東洋大学ですね、これを作ると、そしてその後大学院にですね、旧大とかソウル大とか北京大とかですね、そういうところに行かせる。で、その学生はですね、必ずその参加国家から同じぐらいの人数を揃えて作って、必ずその国の大学にですね、一定期間留学させて、その国民性なり文化なりをしっかり吸収、その上で専門知識を持ってこのアジア大交流の時代に活躍してもらう、そういう人づくりのですね、ぜひそういう機関を作るという積極な活動をですね、
球団さんなんかを一生懸命くどいてですねやるのも、私はあの広いエリアをですねより重視させるためには一つのアイデアじゃないかと思います。特に日本はもうほとんど総合大学ばっかりですね、もう教養なんていうのはほんの1年ぽっきりぐらいで、まともな基礎ができない中で生半可な専門知識でですねやはり企業がその後苦労するというのは大半あるわけですから、しっかり教養をですね叩き込んだ上でですね国際的に活躍できる人を作ると、それがまた引いては福岡市の発展につながると思います。それともう一つ、すみません、FIC というのはまだ年輪で言えば幼木ですよね。これ体重に育つためには50年100年かかるわけですけども、その場合に先ほど自治会の森さんとおっしゃいましたけど、TMO というタウンマネジメントオーガニゼーションですか、こういう仕掛けは会社の派のがいい先進モデルがあるわけですから、それをボランティアでですね回せるような活動が一定の負担をしながらするのか、またその地域内の住居に対してもですね、例えば私は若い時には一戸建てで子どもさんを育てた方が理想だという持論を持っています。残念ながら私はマンションでずっと一生暮らしましたけど、結婚してからですね子どもの時は一戸建てで平和大ぐらいの広瀬さんの庭で走り回ってましたけど、大場に言いますとそういうことでですね一戸建てで住んで人生の最終章に向かった時にはですねバリアフリーのマンションなんかでですね住むのが住み替えてリサイクルすると、でその地域住民の中でうまくこう回していくとですね中古住宅であってもですねそれなりの値段で、そのためにはそういう一戸建てとか共同住宅をですね、きれいにイノベーションするなりそういうその会社がハウス会社が必要でしょう、積水さんなんかもそういうことをやればですねそういうことで町そのものの年輪を深めていく中でその地域住民の中である程度その流れを作っていく、またそこから外部から入れていくということをですね積極的に取り入れていきたいと。でまた港ゾーンについてはやはり、前回の委員会の中でですね土地代ということを言ってました。土地代というのは安すればいいものないと私は思ってますけど も客観的なその適正な時価でですね販売すれば市民の納得も得られるんですね、そこを妨げるとなればですねやはりバックアップセンターみたいなやつをですね、これ法的整備の中で用途が制されるか分かりませんけども、この大震災を受けて福岡に大バックアップセンター、それはもう公的なセクターであれですね民間であれですね持ってくると、これから電話通信関係も相当変わってくるはずですから、そういうものを持ってくることによって町を充実させてですねやっぱりいろんな機能面を持ってなおかつトータル的に均衡の取れた町が出来上がるということですね。それともう一つ先ほど大きな道路が港ゾーンと住宅ゾーン業務ゾーンに分かれて大きい道路がありますけど、ここにはぜひですね樹木等によってですねやはりセパレートという表現が適切ではありませんけども香木をですね使いなり、またその幅があれば先ほど提案された桜並木でもいいですけども、セコイアとかああいう大きい風海に強いですね大木でもってある程度資格を工業ゾーンの資格をですね港ゾーンのロケーションを少し緩和するような仕掛けをしたらどうだろうかということで、これは個人的に以上でございます。はい、いろいろたくさんご意見をいただきましてありがとうございます。ちょっとこれ整理をしますが、次回ご欠席の予定ということなので2回分お話をしていただいたつもりということで、一つはこの街づくりのテーマに関わる部分だと思うんですけれども、人づくりの機能を入れるべきではないだろうかと。でそれを九州大学など、例に挙げていらっしゃいましたけれども、確か福岡市はですね人口当たりの、大学の数ってのは多いんですよね、全国の中でもですね、おそらく東京京都に次いでぐらいと思うんですが、
多いと思うので、九州大学以外にもおそらく二十数校大学が、あの県立の大学も含めてですね、ありますので、ぜひそういうところを幅広く声をかけていただいて誘致していただく必要あると思うんですが、やっぱりそうですね、その時におそらく2つ課題があるんじゃないかと思うんですが、1つは、学校法人というのは直接税収増につながらないわけですね、固定資産税増とか、あるいはその、企業税、事業所税も増収にはつながらないと思うので、そのあたりを政策的にどう考えるかということですね。おそらく、費用便益的な、従来の評価でいうと、そこは政策的に考えないといけないですね。それとあ、すいません、もう一つがですね、おそらくただ土地をどうやって大学に売るかということですね。おそらく、土地代をタダにしろぐらいのことを大学側は言ってきかねないので、その時にですね、これをまた政策的にどのように考えるかというですね、はい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 、そうですね、うん、うん、はい、ありがとうございます、はい、まあ、大学が作り出す経済効果というのはなかなか従来の計算手法では測れない部分がありますので、ぜひそういうところを含めた政策を考えていただきたいということだと思います。それからあと港湾地区に関しても、港湾、港づくりの地区に関しましても、バックアップセンターといったような機能ですね、それからあと景観の整備のことをちょっとおっしゃってましたね、はい、そういうことの重要性ですか、はい、それからあと、住宅に関してはあれですか、居住者を流動化させるということで、先ほど戸建てに住んでそれからマンションにということで、言うなれば居住者をもう少し流動化させると、うん、でその時に、従来そうするとその従前の居住者が住んでいた人の中身は入れ替わるんですけども、従前の住宅をスタックとして大事に扱うという、はい、それを、はい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 、うん、美しく維持していくですね、そういう仕組みとか、あるいはやっぱりそういうコミュニティでそういうことに取り組んでいくような、はい、体制を作るということですか。ありがとうございます。はい、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと住宅とか居住者について第1回目エコイ、トコヒの方もご発言されてましたけども、何もし、女性の観点あるいは、はい、居住者の観点からあればお願いしたいと思うんです。ちょっと考えていただいて、先ほど村田委員と伊藤委員とのやり取りでお祭りの話がありましたので、ちょっと整理させていただくと、お祭りをもっと幅広く考えた方がいいということで、ツール・ド・フランスのようなイベントから、あるいは地域のコミュニティの方々がやるイベントまで、広くいろんなタイプのお祭りを、どんどん活発にやった方がいいと。でその時に重要なのがデザインですね、キーワードとしては。やっぱり デザインということと、あと持続性ということですか。その2つを、ぜひキーワードとした戦略を立ててやっていただきたいということで、この辺はやっぱり、都市のブランド化とか居住環境の付加価値相当につながる一つの戦略、アイデア、頭出しをしていただきたいと思います。はい、そしたらトコイの方いかがでしょう。森のお話を聞いて、とっても夢があるなって思って、感動いたしましたけれども、日常生活の中で、お祭りを人が来てっていうことをおっしゃいましたけれども、多分365日中350日ぐらいは普通の生活だと思うんです。なのでその15日っていうものがあっても、その夢いっぱいっていうふうに、いうようなプロジェクトもありましたし、また一方でその話の中でこの提案に
の大きな施設を誘致したいっていう提案もありましたけれども、ご発言の中では今のままでいいという住民の意見もたくさんあるということも、おっしゃられて、結局だからその両面があるんだと、生活とお祭りと両方があるので、その辺がその住民の方たちが、やっぱりまだ自治体に入っていらっしゃらない方もいらっしゃるしっていうことで、ちょっと難しいかなっていうのが今お伺いして実感です。それと一つ質問なんですけれども、大場委員からも言われました FIC という言い方なんですけれども、私も媒体をたくさん持っておりますので、今後その FIC という言い方をしていいのかどうかっていうことがちょっと気にかかったので、それはちょっとお尋ねいたします。はい、いかがでしょう。おそらくこの町にはテリハですね、実際町名はテリハですし、これも割と私評判いいんじゃないかと思うんですけれども、 いかがですか、 いくつかの呼び名の候補があるんですが、その中でこれがやはり今第一候補に上がってるでしょうか。それとまだ個人的なレベルの ご意見ですかね。どうなんでしょう、どのぐらいの今熟度があるんでしょうか。まあ、豊さんのお話で現実、まあ、夢の世界と、まあ、このままでいいというお話をさせていただきましたけれども、これはですね、まず先が考えられないというところですね。その先が考えられない、そのプランが示せないと、なかなかそのあれが欲しいこれが欲しいという話にはなっていない。その辺があるので 今のままでいいという話も多分にあると。でも夢を掲げるとそういうふうにして、それがあったらもっといいねという話なんで、その辺は住民の中にも2つ分かれているのが実態だと。それからテレハの町という形では一民間業者が PR しますので、テレハの町そのものがあるんですが、私どもから見るとテルハの町っていうのは一つの企業のイメージの世界の方にこうウエイトがかかっているという状態があるし、それからもう一つ工具が出てできると思いますので、そこが果たしてテルハになるのかどうなのか、その辺は一つこれからの課題になると思うんですけども、全体のアイランドシティというものを考えた時に、やっぱり全国発信ということで福岡というのをつけた方が差別化っていうんですかね、そういう意味ではすごくいいんではないかということで、その提案を2人でさせていただいているという状況です。はい、どうぞ。住民のその二面性ってことなんですけれど、結局もういろんな人にこうそれぞれ聞いて回ると、もうバンバン発展してほしい、いや静かな暮らし、まあ、いろいろあって、前回の、アンケート結果がまあそういうふうな形になってます。でただどの意見にも必ず共通したことがあって、空き地の更地じゃ嫌なわけですよ。で結局土地的にも多分あそこの裸が無駄なのだろうから、まあ、どういう方向性にしろそのまあある程度スピード感を持ってやった方が最終的には無駄なお金もないし、皆さんあそこの、まあ、埋まって町らしくなるっていうことは、これも全員が共通しての認識でやってほしい。あと福岡選んで、ここはですね、森会長と僕のちょっと違うところなんですけれど、僕たちの地域ではですね、テリファーを全面的に押し出したいんですよ。でこれがですね、企業イメージですが、僕たちはその積水が作った側のその自治会で、まあ、実は5分の3ぐらいを占めるですね、まあ、一番大きな自治体ではあるんですけど、テリハー町づくり協会って、まあ、僕の、自治会のとこなんですが、それはですね、まあ、テリハっていうのでアイランドタワーさんの方はアイランドシティのそのそちらの方でいろいろこうあって、そこら辺はですね、住民の中で実は意見がちょっと分かれるところではあります。ただ全国ブランドとしてですね、考える、だから結局まだ先ほど言って、ここでちょっと今個人的に提案されていることですか、それとも全体的に決まったことですかという質問に関しては、おそらくまあこの辺でまだ個人的に思案しているところなので、まあ FICであろうが、なんか別の名前であろうが、まあ、素敵なネーミングを押し出してブランド化していければいいのかなと個人的には思います。そのうちの一つの
個人的提案というか、はい、そういうふうな位置づけで思ってもらっていいと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、決定するまでは、あれは何かあれですか。そう、一応あの媒体を持ってるので、言っちゃったらなんか決まったのみたいなことになっちゃうの で、ちょっとまた、じゃあ私はちょっとあの保留ということで、はい。はい、だからあのオーバーインがおっしゃるみたいにこう違った名前でって言って、あのこんな名前どうですかっていうような感じ。マイクをちょっと使っていただいて。だから FIC って言うてけんって言うて、あのアンドリーに捕まるわけでもなんでもないし、かといってそのフレームは来ないと思うんですよ。だからまあ、あの村田委員のお話もよくわかるし、ただ全体的なイメージやったら IC っていうよりは福岡の F つけて、まあ、ただ正式な名前を決めたらいいんだろうけども、僕は人工島という名前を払拭するために FIC で通そうと、私個人はですね。だから私は今からも公共電波使って FICT、 私は言います。以上です。はい、むしろまあ人工って名前は封印していただいて、むしろその2つがうまく競い合って、それが話題になってまた、町の新しい魅力につながっていただくとか、もしかしたら非常に高度な戦略かもしれませんね。それはね、あのお二人 あの森と森田のお話を聞いて私非常に感動したんですけど、やっぱこれを素晴らしいリーダーがですねいらっしゃる自治会って本当に近年珍しいんじゃないのかと思うんですけれども、本当にそう思いました。今あの私は非常に極めて自然な社会だと思うんですね。違う意見があると、それをこういう場でですねきちんとあの言っていただけるというのは、あの本当に素晴らしい自治会のリーダーの方で、あの本当に、いい街になる期待がすごく私はあの持てた気がいたしました。はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、あのどうぞ。じゃあ、 あの安藤委員です。それから、はい、あの私もですね、あの平山委員と一緒で次回どうしても外せない用事がありまして欠席をさせていただきます。そこであのぜひ言いたいことを2点だけあの申し上げますけれども、いずれもあの福岡市にあのお願いをしたいんですけれども、1点目はですね、先ほどあの村田委員が言われましたあの夏祭りですよね、8月の6日の日だったんですね、土曜日だったんですけれども、私もですね実はあの現場を見たんですけれども、あのその前からあのテリハの街はあの歩いてずっと見ておりますけれども、大体あの街の中にいくつもですね、あのこなんていうんですか、公園でしょうかね、これが点在しておるんですけれども、この公園には必ずですね、これあの自治会の方で設置をされたと思うんですけれども、防犯カメラ、今安全安心カメラと言いますけれども、このカメラと防犯灯というのが一対でですね、あのありました。ところがですね、このあの夏祭り8月6日ありましたけれども、外周緑地でですね、今2000人以上集まったんですか、2500人の人が集まったこの公園ですね、実はあのカメラがなかったんですよ。でちょうどそこへですね、ちょうど6時過ぎですけれども、夕方のあの東区長さんがお目になりまして、あ村田委員ともお会いしました。でですね、あの区長さん、ここにはですね、あの防犯カメラがないんですよね、実はすぐ横のトイレがですね、コンセントが壊されたり、あるいは紙が燃やされたりというのが数少ない犯罪がですねそこであってるわけです。しかしあの安全安心カメラがないんですよねと、ただ区長はこう言われました、いやここはですね実は公安局の土地なんですよねって、だからあの管理が違うもんですから、そのことについてはあの私から公安局の方にお伝えしますとこう言われておりますので、まあ、あの公安局もよくあのご存知だろうという、だけどあの地域がですねそういう公園にこう防犯カメラと、防犯灯をつけておるのに、2500人集まる公園でついてないというのはこれいかがなものかなと思いますので、この点一つよろしくお願いします。でそれもう一つがですね、前回も出ましたね、あのイベントの関係、今日も何回も出ましたけれども、やはり交通渋滞交通事故の関係でちょっとあの、最近の事例をですねちょっと紹介させていただきますけれども、7月の20日暑い最中でありました、朝7時45分、カシパークポートから、あそこなんですかね、右折中の大型車両ですね、木炭コンテナ24トンですか積んでおった木炭車が、交差点を右折できずに、電柱に衝突して横転したと、まあ、こういう事故です。
警察官をですね20名近く派遣をしました。事故処理車両、それからパトカー、それから交通規制車両、あるいは消防は消防車、それから救急救車、人員も10名以上出してもらいまして、で大型のものですからクレーン車もですね福岡市になくて大野城市から2台ですね、20トンから30トンのクレーン車を2台派遣要請をしまして、復旧するのがですねしたのが13時過ぎであります。ですから5時間ちょっとですね3車線片側3車線のうち2車線を塞いでおったと、まあ、こういうことでですね、まあ、幸いにしてですね大きな人的被害はなかったんですけれども、やはり今前回も申しましたけれども、子ども病院ができる、あるいは青果市場ができる、その最中にイベントとなりますと、まあ、大型車両あるいは一般車両混在していくわけですから、そこでお願いですけれども、やはりここあたりきちっとですね交通事故がないように、あるいは交通渋滞を起こさないためには、やはり市とそれから県警の交通規制課、そして東署の交通と3者よくですね話し合って、より安全なですねそれで交通規制を実施してもらいたいなと、案内板とかあるいは表示ですね、この辺りをどうするのかという一つの課題がありますけれども、一つよろしくお願いします。以上です。はい、どうもありがとうございました。安藤委員、これまでにも のフォーラムでもいろいろなアイデアをいただいておりますけれども、それに加えてさらに、管理主体が異なる公共空間の管理についてですね、これがやはりアランドシティの一つ課題であろうということで、同じ福岡市でも局が違うとやっぱり管理主体が違うことになってしまうんですね。でその課題どう解決していくか、これはまあ言うなればマネジメントの話ですね。先ほどもエリアマネジメントというキーワードでくれるような話がいくつも出てきたと思います。そのうちの一つかと思います。あとはその先ほどお祭りとかイベントを盛んに集めてやりましょうと戦略でやります。それに付随するやはり交通渋滞とか交通事故の問題が出てきますので、それを防止するための方法、これも一緒のマネジメントにつながってくるかと思いますけども、それをうまく、官民、協力して進めていくかということをご指摘いただきました。会議の方ではお願いしてよろしいですか。ご発言の方、ちょっと時間も近づいてきておりますけども、どうぞ。マイクないですか。もう皆さんがほとんど言い尽くされてますんであれなんですけども、まあ本当に村田委員、森委員が提案されたような町がね、本当にああいう街ができたらいいなと、本当に並木に囲まれたね、僕はやっぱり一言で言っておしゃれな街、だから早くスーパーが入ってほしい、それも分かるんですよね。だけどスーパーが入るんだったら少し小綺麗な小じゃれな紀伊国屋とか明治屋とかだからね、まあこれはちょっと別の話なんですけど、ちょっとその出てくる人に対してそういうイメージを持ったスーパーにしてもらうとかね、やっぱり町の景観に合うスーパーにするとか、やっぱり町としてはやっぱり本当になんかおしゃれというのをなんか打ち出して、その前には当然安全安心というのがねあるべきだろうと思うんですけども、それと選択地区の話がいろいろ出たんですけど、その健康と医療のに特化された町と、もう一つその今平山委員からも出ましたけども、あそこはやっぱり文教に特化した町ということで、いろいろな有名校の文校とかですね、それとかその他の海外からの学校を誘致するとか、それとか先日新聞出ておりましたけれども、幼稚園がその福岡時代の中にある幼稚園がアイランドに進出するというのが新聞出てましたよね。あれならなんでその福岡女子大県だよなと、それと須田区にある美術館も県だよなと、だから福岡市だけじゃなくて福岡県国で、そういうところのですね、かなり老朽化して建て替えないかんやつ、それとかね、僕は今あそこ菓子のですね女子大があそこ移った方が絶対にいいというふうに僕はずっと思っとったんですよね。そしたらせっかく幼稚園が行くんだったら女子大も移ってしまえばいいじゃないかなと、僕の端的な思いなんですけどね。だからそういうような形でですね、文教文化教育に特化したものをやっぱりその行政が
先行して持っていくとしたときにですね、そのこれは私こだわってるわけじゃないんですけれども、当面バスで行くのが一番現実的であろうというふうには当然思っています。そして、ただ文京区にしたときに学生を非常に増やそうと、あそこに、マンションを建ててあそこに住ませることも一つ、通勤させることも一つとしたときにですね、いろ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 な人にも聞いてみたんです。何であそこできないのって、いやね、250億と250億ってやっぱ500億ぐらいかかるんよねしたときに、今来てる西鉄線、あれが全部その直通というイメージで考えられてるんであれなんですけども、例えば渋谷のね、東横線と銀座線は今あれビルの上に入ってますよね。そしてあそこなんかものすごく歩かないといけない。それと東京の駅の下っていうのは地下鉄の乗り換え中も2駅ぐらい歩くぐらい歩きますよね。で考えた時に、本当に文京区にした時に、その将来この中に入ってますんで、平成19年に、まあ、将来そういうニーズが出れば考えるという枠の中の一つとしてぜひの残しておいてもらいたいんです。あそこをですね、その二日市太宰府線みたいなね、ああいうような形のなんていうんですかね、シャトルで動かせるような形のね、ああいうもんであれば非常に安くできて、今先ほど聞きましたけど、1キロが1万5、6千人おらないとペイしないとした時に、2キロで、今回2キロですよね、2キロになった時に、今の西鉄の宮地岳線のあの列車が車両法が入ったら、今あれ2路編成ですね、ただ確かに大量には運べないけれども、定位で運行するということを考えた時に、今後ですね、今のポジションで考えた人口と、本当にそのセンター地区に物が人が集まった時のその混み具合、それと雨が降った時のそのバスのね、高速の混み具合、やはりやっぱりこの文京にした時に、ああいうようなちょっと小じゃれな小さな交通機関っていうのはね、将来的に選択肢の一つとしてはこれのけとかないかんのじゃないかなと、いろいろ皆さんにお聞きしましてね、とにかく乗り換えせずに直通で持って行って博多駅に行く、貝塚で乗り換える、そしたらあそこの貝塚で乗り換えることと、確かにその今渋谷もね、作り替えて今下に入り込むような、今ビルに建て替えるようになってますよね。それはありますけども、他の地区でもかなりのところで乗り継ぎのあれっていうのあるんだろうから、そのあえて私地下鉄を持ち出すわけじゃないんですけれども、文京という形のことでね、人を増やすことを考えた時には、その選択肢は絶対に受け取らないかんのじゃないかなというふうに思っていますんで。はい、どうもありがとうございます。はい、どうぞ。はい、この場の用語の使い方ですみません、もうずっと最初から気になったんですけども、はい、CO2 ゼロ外区ということがありますよね。で現実的に人間は CO2 を吐きますし、植物も CO2 がないと育たないんですよね。ですからちょっと過激かなという感じがします。それと、もう一つは燃料電池をですねお使いになっているんで、燃料電池は現実的にはガスを回収するときにですね CO2 発生しますので、それでゼロ外区という言葉がですねこのままいいのかなという、ご検討お願いできればとちょっと引っかかってます。これは事務局の方からコメントございますか。CO2 ゼロ、もちろん人間が生活してますので本当にゼロになるわけがないんですけども、疑似計算上ですね、発電をするということで、発電所のそのエネルギーを少し抑えるという計算上の話だけですけども、それで CO2 の発生量を抑えると、で実際にあとは省エネとかですね、省エネとかですね、あるいは高効率の機器を入れて、CO2 の発生量を抑えていくということで、計算上 CO2 ゼロということを目標としているということで、福岡市全体のですね CO2 の排出量自体が増えてきているものですから、そういうモデル地区を作って、福岡市も CO2 削減に取り組んでますよということをやっていこうというものでございます。
分かってます。ただ言葉のニュアンスとしてですね、このままいいのかなというのをちょっと思っただけで、誤解を招かないような表現にですね、していただいた方がいいかなという意見でございます。これはこの地区固有の固有名詞なんですか、それとも全国で一般的に使われている言葉なんですか、あるいはこのプロジェクトの固有、このプロジェクトの固有名詞って言いますか、それでもすでに事業化が進んでますんですよね。事業化、はい、来年のですね、秋に町開きの予定で今進めてます。わ、はい、かりました、はい、もうそういう段階まで来ているそうです、ね、はい、どうぞ、エビン、はい、先ほど県の施設の話も出ましたので、県立大学や美術館といったような老朽化したその文教施設ということで、ね、はい、女子大学のお話も出ましたのであれですけど、福岡女子大学は今年から変わりまして、今常時国際教養学部ができてますが、常時留学生が100人以上いるんですよね。そして全寮制の1年間全寮制ですが、その中に留学生が一緒になって共同生活してるんですよね。で非常に日常的にもう国際交流をしながら感覚をつけてもらう、それから語学を習得してもらうというようなことでやってまして、非常に評判がいいんですよね。で今大学生だけではなくてということで、高校生あたりもこう夏休みにですね、集中的にそこで、海外国際交流をしようというようなことで何週間か、寮を借りて集中的に留学生と一緒に、生活しながらいろんなことをしながら体験していくということをしているんですが、こういうことでそれに限らず今は非常にこれからの時代語学が必要だと、2カ国語3カ国3カ国ぐらいしないといけないと、それから向こうから中国とか韓国とか来られる人はみんなもう英語ペラペラなんですよね、当たり前なんですよね。そういう時に非常に焦るんですけれども、やっぱり日常的にあんまり使う機会がないとなかなか伸びないんですよね。それでそういう意味で今ベトナムとかバンコクとかいろんなところからインドとか海外との青少年交流を図りましょうということで話がどんどん進んでているんですけれども、やっぱり短期になるし、それからその時だけ1回限りのことになってしまうので、こういうこれから受け入れたり交流が進んでいくとすれば、先ほどお話ありましたけれども、そういう大学生もですが、あるいはステリアもありますけど、高校生レベルでですね、中学生レベルでこういった海外の子どもたちとですね、一緒に生活したり交流したり、もう落ち着いてできるようなある程度長期にわたるようなそういう場がないかなというふうに実はずっと前から思ってたんですよね。で福岡市が市立高校の再編をいつか検討されてたんだということがあったと思うんですが、そのことどうなられたのかよくわからないんですけれども、もしデリファの小中あるいはその後の続けて高校までですね、非常に特色ある海外に目を向けたようなそういった学科を持った高校が作らないかなというふうに実は期待しているところもあるんですけど、じゃあ今日はアイデアのヒントをいただいたということで、はい、ぜひ県の方もご一緒に、先ほど県としてはいたいなとおっしゃってましたのでだから県立美術館はちょっと今何とも言えない状況でいろいろとありますのではい、単にその老朽化した文教施設をですね、を現場でその建て替えるんではなくて、その移転して申請させるというような、プロジェクトをこのアイランドに、誘致してくる、それで、文化的な街ですか、あるいはその、おしゃれな街ですかに、仕立て上げていくというようなアイデアをいただきました。先ほど冒頭説明があったパワーポイントの36ページのところにも、大量な更新時期が到来している公共施設があるというふうにご説明がありましたけれども、このページとですね、アイランドシティのプロジェクトがどういうふうにつながってくるのかということもですね、事務局の方でもどう考えられて、もし考えられていることがあればまたご説明いただければと思っています。で時間の方も参りましたけれども、いろんなご意見をまた今日、様々いただきました。
新しく、まあ、人づくりの機能でありますとか、あるいはおしゃれな街、文化的な街というようなあのキーワードテーマもですね、いただきました。でちょっとその時に思い出したんですけども、あの実は以前あの今日いている伊藤委員、小俣委員と私ご一緒にですね、このアイランド市の将来図を考える機会がございまして、その時ですね、やはりそういうおしゃれな街とですね、やっぱアジアに目を向けた街づくりというと、うまくこう組み合わせたキーワードがないだろうかということで、これはあの伊藤委員のアイデアですけども、洗練されたアジアというようなキーワードをですね、あの打ち出されて、そういう非常に今日のお話を聞いてとマッチしてるなという気がいたしましたので、ぜひそれもあのこの、提言のですね、中に、組み入れられることもあの検討していきたいと思っております。それでちょっと現もう時間の方も参りましたので、最後私の方で今出していただきましたご意見とですね、あとまあ1回から3回目までに出していただきましたご意見等を、含めまして、今日この枠組みをとですね、論点整理の一応骨格をですね提示させていただきましたが、あまり今日役に立たなかったかもしれませんが、どうでしょう、もしよろしければこの枠組みで一回叩き台としてですね整理をさせていただいて、それを次回にご提示してですね、またその上で議論をさせていただくような形でもよろしいでしょうか。もうそろそろフリーのディスカッションの時間からですね、次の段階へ移っていきたいと思っておりますけれども、 できる限り皆様のこの熱い思いをですね取り込んで、なおかつ、簡潔にいろんな方がですね、受け入れていただけるように、受け入れやすいような提言書にですね仕立て上げていきたいと思っておりますので、またご協力のほどよろしくお願いいたします。よろしいですか。はい。